それでは体験発表に移らせていただきます。私先月のですね、7月の25日から、思い切って、尿を飲み始めました。でその尿を飲むきっかけを作っていただいた方が今から発表いただきます、佐藤絹江さんですけども、私はまだこれで1ヶ月弱ですので、なんとも、成果をですね、皆さんにお伝えするところまでは言っておりませんが、今朝朝起きまして、コップ1杯約 200cc の尿をですね、美味しく飲めました。で、毎日ですね、美味しく飲めたらいいなと思ってます。で、たくさん私もびっくりしました。尿を飲んでおられる方がですね、ずいぶんいらっしゃるんですが、ちょっと尿を飲んでるよって方、すみません、お手を挙げいただけますでしょうか。はい、約20人から25人ぐらいの方が、お飲みいただいております。じゃあ、一つ、佐藤さんのですね、体験発表を聞いていただいて、今日からですね、一人でも多くの方に、始めていただければいいかなって思います。じゃあ、佐藤さん、一つよろしくお願いします。じゃあ、拍手でお迎えください。皆様こんにちは。今杉山所長さんからご紹介いただきました佐藤というものです。まさき先生、いつもありがとうございます。杉山さん、ありがとうございます。私が尿を飲み出しまして、結果を先申し上げますと、6月30日に肺に影があることが分かりまして、で飲み始めまして、約20日ぐらいのところで、もうほとんどこんな500輪ぐらい玉ぐらいのがあったんですけれども、それがもう20日ぐらい飲んだところで1センチぐらいの大きさになってしまって、8月5日にはもうほとんど消えてしまって、お医者様がびっくりされるほど治ってしまったんです。それもこれも杉山様を通じて正木先生の方でいろいろと聞いていただいて、これで飲みなさいということになりまして、飲んで結果的に全部治っちゃったという、こうやって今元気にね、ここで講演させていただくことになったんですけども、一番最初というのは6月20日の日に正木先生の講演会があったんですけども、その時に私も出席したかったんですけれど、うちの娘夫婦を少しでも若い者にね、先生のエネルギー、そばにいるだけでも先生のエネルギーの波動が受けた方がいいからと思って、小学3年生とそれから幼稚園の5歳の子供を連れてプールに行きましたんですね。それで3年生の子はどんどん泳ぐんですけども、1メートル20の深さですので、下の子供がよう泳がないので、私がおんぶして親がめ子がめって言っておんぶして潜ったりしてね、すごく平泳ぎでずっと子供たち背中に乗せて遊んでたんです。でその時は良かったんですけれども、帰ってきて3日ぐらいしましたらね、体の調子がどうも悪いし、風邪気味で声が出なくなって、おかしいなと言って、その辺のちょっと風邪薬を飲んでましたんです、1週間ぐらいね。そしても全然治りませんので、6月30日の日にいつもかかっているお医者様のところ行きまして、レントゲンを取りましたら、この右の肺の鎖骨の上から2番目の肋骨のところに鎖骨があって、肋骨がありますと、この肋骨のところにこう影が上にね少し出てるんですね。その時には先生はそれするとは言われなかって、私は昔40年ほど昔肺炎やったことありますので、肺炎の影がまだ残ってるんですかって聞きましたら、肺炎の影は先生が消えないですよって言われて、でもその頃咳がひどいもので、私も一緒になってレントゲンのこう写真を見てたんですね。そしたらこの辺が気管支の辺が真っ白でしたので、先生これって言って聞いてたら、いやそうじゃないんだわと言われて、こうずっと自分の肺の影の形を見てましたら、そこにこの辺のところにあったんですね。それで先生にどうですかって言ったら、まあ大したことないでしょう、2週間ぐらいしたら何か結果が分かるでしょうって言われましたので、でも私としてはこう自分的に瞬間的にがんだなということをパッとひらめきが来ちゃったんですね。それでもその時はもう正木先生の講演は一度しか私学の時にお受けしてないんですけども、3、4年前から正木先生のテープを主人が買ってきてくれてましたので、いつもそのテープは常にどこかドライブに行く時とか、うちにいる台所やりながらという時にずっと聞いてましたので、何の不安もありませんでした、がんでもね。だけどすぐにある日皆様ご存知の愛知県がんセンターの私さっと走って
ってきましてね、で調べていただいたんです。それでは結果が7月7日の日に分かるということだったんですけども、もうその時点で7月1日の時点で杉山さんの方から正木先生の方へ主人が心配してね、どうしたらいいだろうということを尋ね取ってくれたんですね。そしたら正木先生が朝の尿一杯飲みなさいっていうご指導をいただきましたので、私はなんとなくこうちょっと躊躇してたんですね。自分はそんなひどくないんだというすごい気持ちがありましたし、あんまり飲む気がなかったんですけど、主人が自分が飲まなかったら私が飲んだって、さっきね主人が飲んだんですね。そしたらとっても飲みにくくないから飲みやすいもんだからすぐ飲みなさいっていうことで、むしろ私よりも病気ということですごい動揺があったのが主人でしたので、別に主人に飲んでいただいたって私の病気治るわけではありませんので、私はすぐに飲んだんですね。そしたらなんとなくその鼻の喉と鼻のところのこのところに嗅覚がねちょっとこうツーンときましたけども、別に飲みやすいほどのぐらい飲みにくいものでもない、別に普通のもんだ、自分はこれで治るんだという気持ちでね、それからもうずっと飲んでるんです。今も飲んでるんですけども、それをやりながら鼻メモリはもう以前発売されたと同時に貸していただいてたもんで、正木先生が日頃言ってらっしゃる官僚系ということをね頭に置きまして、私は病気は治りました、影はありません、ありがとうございましたという気持ちで毎日15分ね寝る前にずっとつけてたんです。それで何かにまあでも行かなくちゃいけないけど行ったら完全にそのすごく大きなあれがまだ1週間ですから影があって、それからこの脇の方から CT を取りまして、横から写したのとか CT を取ったので後ろから8センチぐらいのとこから影が出て、10センチのとこにはもう完全に大きなこの影がありましてね、で放射状にポツ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 とあるのが見えるんです。で私もその先生の前でこう見ながら、先生もこれですよって言われて、で、がんですかって私が言いましたら、先生がいや、これはこういう皮膚にできるのと同じで、肺の中にできているおできですよって言われたんです。だけども、片肺人間なくなっても生きていけますから心配ないですよって言われたので、それはそうかもしれないけど、がんならがんと言ってくださいって言ったら、いや、まあそう心配することありませんよ、すぐ入院の手続きを取ってくださいとおっしゃったんですね。で私はもう完全に自分でがんだ、これはまあいかんなと思ったんですけども、そう不安はなくて、まあ主人に興奮なんだけど入院の一応手続き取ってきましたって言ったんですね。だけどその時点もずっと尿を飲んでましたので、治るというすごい気持ちというかね、絶対に私はそんながんなんかでない、絶対治るんだというすごい気持ちがありましたし、毎日パナメモルでやっておりました。ですぐ入院手続き取ってすぐ入院できたんですけども、やっぱり私とこは日練習で7月にお盆をやらなくちゃいけないので、それを済むまでは何としても伸ばしたいという気持ちがありましたので、それを済んだらまあ後のね命日とかそういうのは先祖に兼ねしてもらえばいいからと思いまして、先生にその1週間伸ばしてくださいというふうで言いましたら、そしたらちょうど2週間失礼2週間ね伸びまして、7月17日の時にがんセンターから電話がありまして、19日からもう一回入院してくださいと、きちっと入院せれるようにしてくださいって言われましたので、19日から入院しました。これで19、20ともういろんな検査をまずやりましてね、それでその時に20日の日に先生がちょっといらっしゃいと言われたので、病室の方から出てって先生の個室のところに行きましたら、佐藤さん、あんた不思議にがんが影が小さくなってしまって、こう1センチくらいのねなっちゃってるから、もう明日すぐ退院してくださいと言われたんです。で私自身もねそんなふうになってると思ってないし、治ることは治るんですけども、そんな短期間のうちにね、たった20日ぐらいの間になってるってことを思わなかったで、ただうちはもう21日朝退院するからねと言いました。影がなくなってるから退院するからねとこういうふうに言ったんですね。そうしたらうちの者は、お母さんはべちゃ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 喋ったり、これからきっと病院中あちこちやっててね、もう邪魔だから早く帰ってきなさいと先生に言われてるんじゃないかとか、それから
もうがんが末期的状態で、早くうちに帰らした方がいいんじゃないかって、うちではね、いらんそういう詮索しましてね、私の退院する前の日は、娘夫婦、2人娘がおりまして、娘夫婦と主人とで、けんけんごうごう、11時半までね、やったそうです。私はそれ知らなくてね、ああ、よかったなと思いながら、パーナメモリーは病院の方へもで持ってってて、常にやっておりました。それで退院してきましたんですけども、退院してきてもまだあとアイソトープとか骨の状態とか肺がんはすぐに頭の方へ来るから、頭の MRI とかね、いろいろ CT とかいろんな検査をねまだ続けてやらなくちゃいけないので、ずっとやったんです。でその結果が8月5日の日に出るから来てくださいって言われまして、それであと通院でね、もっと本当はこの気管からなんか入れてね、で病巣を取ってくる検査とか、私の場合は後ろですから、先生が後ろから直接太い注射針で病巣を取ってくる、そういう難しいね検査も全部やらなくちゃいけないけど、あなたの場合はもう稀に見るその影がなくなってきてるから、もうその検査だけはやめますからってやってないんですね。これでいろんなレントゲンだ CT だなんだっていう検査、総合的に20日の8月5日の日にやりますから来てくださいということで行ったんです。そしたらもうがん影はもうほとんど数ミリになってしまって、もう再発することはありませんよ、あんたはまりに見ることですねって言われたんですね。で私はやっぱり尿療法とメモリーの体ありがたいなと心に思ってたけど、先生にはそれ言えませんので、ありがとうございましたって言って帰ってきたんですね。でその前に話が前後しますけども、不思議なことが起こりましてね、8月17日か16日か17日かちょっと自分には覚えてませんけども、その時に夢でね病院行った夢を見て、佐藤さん、あんたがんこの影消えちゃってますよという夢を見たんですね。これ多分で主人にちょっと私影消えちゃった夢見ちゃったわとこう言ったんですね。そしたら私は自分のこの影だと思ってるんですけど、主人はね私はもう死んじゃってね、この影が映らなくてねもう死んじゃった夢見た、死んじゃったというふうに解釈しちゃってね、それは私にいないもんで、どうやって組織をやろうかということを考えとったというんですね。これでそれは退院してから後で笑い話で終わりましたけども、松井先生のおっしゃる完了形というかね、もう諦めて、私を諦めてると、これで私は私でもう影は治りました、ありがとうございましたという感謝の気持ちというかね、そういうのでやらせていただいたおかげでこういうことになりましてね。で8月の20日に退院した時にその前に杉山さんにこの私の肺の形の絵を描いてね、それでこういうところにあります、こういうふうですって松崎先生のところへ岡山に行く用事があるからとおっしゃってくださったもんで、一応その絵を描いたのをね杉山さんに持っていっていただいたんです。じゃあ松崎先生が汗一番尿を3杯飲みなさいとおっしゃったもんで、今でも飲んでますけれども、もう治ってなくなっているんですけども、やっぱりそういうご指導いただいた以上は飲まなくちゃいけないと思ってね、今でも朝昼晩ね飲んでるんです。で私はこういう 200cc のビーカーでね測って飲んで、主人はその同じ形のねのでお酒を食べて飲んで、私は尿を飲んでるんですけれども、なんか尿でね今度はどういう味がするんだろうとかね、今日のご飯は辛かったなとかね、非常に自分の健康状態がそれですごく分かるっておかしいんですけども、嫌というよりも3日過ぎましたらね、飲んでみる方が先ほど25人ぐらいいるとおっしゃってましたけども、その方たちも分かっていらっしゃると思いますけども、最初の3日を通り越したらあとは楽しみっておかしいですけれども、なんか今度はどうやしろ、さっき食べたものはどうだったろうとかね、いろいろとね自分で自分が分かるっておかしいんですけども、そういう感じがしてるんです。それでも私の親戚のもの娘たちも飲むようになりましたし、それから妹や弟やみんながね飲むようになりましたし、それからもう今のではね夕方になってくるとね尿をおトイレで流すのはもったいないくらいになってきましてね、それで手を洗ったりね、飲むのが嫌な方最初そういうことされたらいいんで手を洗ったりね、それから足を洗ったり、それから顔を洗ったり、
それを頭にかけたりしてね、今ではやってるんですけれども、顔もツルツルになりますしね、それから、手もツルツルになりますし、それから妹なんか足にちょっと水虫ができてたのがね、もう全部4回か5回やったぐらいでツルツルになって赤ちゃんの足みたいになっちゃってね、治っちゃったんです。それで私のとこの長女のところの孫ですけど、小学校3年生のこれから幼稚園の孫ですけれども、向こうがねまだ用飲まないで、その尿で髪をねちょっと白髪になってますので洗ってるんですね。そうしましたらその孫たちがね、どうしても子供で汗ごいもんで、頭がちょっと洗ってもらっても汗臭いんですね。だから一回お父さんやってるから私もやってということで、尿を頭にかぶってリンスのようにやりましたらね、娘が全然汗臭くなくなったと。それでよかったわってね、今ちょうど今日は夏のあれで九州の方へ旅行に連れて行ってますけども、よかったわってね言っておりまして、みんなお姉さんのおかげでみんなそういうことができるようになったで喜んどるって言って、みんなから感謝されるようになりました。これもやっぱり正木先生とこうやってねご講演を聞かせていただくように、ね、なりました。ご縁だと思って今では感謝しております。非常にお聞き苦しい説明でしたけれども、どうもありがとうございました。じゃあ先生よろしくお願いします。実はこれ今日私家出るときに私の家にありましたクローバー、安田のクローバーちぎってまいりました。これは素晴らしい幸福がありますので、これ差し上げます。ありがとうございます。幸福の人に今ちょっとこのおしゃべりの間測ってみましたけどね、もしも尿を飲んでなかったではどう、尿を飲んだらどうと測りましたら、寿命が17年間寿命をね延長した吉村です。ありがとうございます。しましてね、頭からねかぶったりね、夕方になるとね、もうおしっこがねもったいなくてもったいなくて言ってね、そう言って言っております。どうもありがとう。佐藤さん、すみません、ちょっと 2,3 ご質問させていただきたいんですが、初めからそのコップ一杯というのは大変だと思いますけども、始める時のですね手順としまして、もうほんと少しでもいいからとか舐めてみるとか、氷を入れてみるとか、なんかそんな、そういうことやらないで、はい、やっぱり自分は病気がありましたので、いきなりねもう 150cc ぐらいはね取りまして、で別に洗面所に置いてあるね普通のクリスタルのガラスのコップですけども、それでも私は口の中に嫌な気持ち悪いといかんからと思いまして、太いストローでねシューッと一気にね最初飲みました。だけど MCL という会員すぐになりましたので、それでそちらの冊子を読むとね、口をいすいでも目に刺してもっていろいろ書いてありますので、これはやっぱりストローよりもやっぱり口の中をやるために飲んだ方がいいかなと思って、今ではねもうさらっとね飲んでおります。はい、最初はちょっとストローでね飲んでおりました。あ、そうですか、はい、それから飲まれる前と飲まれてからこの肌のツヤが随分ね、この前研究所の方にお越しした時びっくりするぐらいツヤツヤだったんですけども、その辺の変わり具合をもうちょっと詳しく教えていただきます。顔にね女性の方特に男性でもそうですけども、朝顔洗ってね尿を朝取りますでしょ。そうすると200cc のコップで少し目盛りが上にありますので、いっぱい取りましてねこぼれるぐらいに、それで飲んでね、それでそれ少し残してね、で朝顔洗った時にちょっと綿につけてねバッつけてるんです。それでもうあとさっと顔洗いましてね、でも化粧なんかね自分でおかしいですけども、ちょっともちもちするおかしいですけど、赤ちゃんの肌に近くなってくるっていうかね、なんか自分で言ってておかしいんですけどね、手もね
けどね、色が真っ黒けの子だったんですよ。それがね、あの色がね、白くなってきてね、シミがたかった子ですけどね、シミもちょっとなくなってきてね、なんだこの子色白になったねって私言ってるんですけどね、あの特にあの変わってきますよ。非常にあの変わってきますよ。あの髪の毛もね、あの一回洗あの妹はいきなりかけてるって私は一回洗いましてね、それであのよく急いでからリンスの代わりにね、それをかけて、それでかけといたままにしといて、顔にも流れてきますよ。ザーッとこうやって洗いましてね、それであのあと体を洗ってる間そのままにして、で最後もザーッと急いでね、で顔もザーッと急いで出てきまして、そうやっておりますけど、なんか尿そのようなね、あの顔とかね、あの手につけているときはね、全然その匂いも何も感じません。不思議なぐらいにね、なんかね、こうツルツル、一平すぐにね、やられますと分かりますけどね、ツルツルしますよ。ほんと不思議なことぐらいですよ。あの私もそんなに思わなかったね、飲みはどんどん飲んでましたけどね、その手足につけるということまでね、気が回らなかったんで、自分のこう早く治したい一心で、それがもうこれからはね、今はもう顔洗ったり手洗ったり頭かけたりしておりますとね、夕方足らないんですわ、尿がね。本当にあの汗はね、たくさん出ますけどね、普通はあの例えば今からしたいからって言って言ってもね、そんなね 100cc ぐらいしかね寝ないですしね、朝昼晩その約1日 600cc 言うとね、だいぶ飲まないかんもんでね。それとね、あのおかしなことですけどね、あの尿ってね、あのすごく栄養価がありますので、あのなんとかそれを飲むことによって、そんな食欲がめちゃくちゃね出ないんです。であのめちゃくちゃなんか食べたいという気がしなくてね、であの非常にその調子がいいというかね、あの便秘の方でしたらね、あの便秘も治りますしね、最初私もあの抗体反応というのがありまして、あの3日間ね、変な話ですけど、ちょっと力入れてね、あ、おトイレ行きたいなと思ったら、もうね、便が出ちゃってるんです。もう下着がものすごい汚れますので、もう生理が今頃ありませんけども、もうずっとバッとね、3日間ね、使ってましたんで、それでもう、座ってて立とうと思っても、パッと便が出ちゃうんです。そういうね、あのことがありましたけども、それがなくなりましてからは、もうあの非常に体調がいいです。で、あの考えてみますとね、あのみんながね、あの私を3月とか4月、5月を知っている人が、あのご近所の方でも、奥さんこの頃すごい顔色良くなられましたねとかね、顔に肌に艶が出られたねって言われるんですけどね、尿療法やってますいきなり言えませんもので、あそうですかって言ってますけども、私はすごくあのいいことばっかり起こってます。はい、はい、どうもありがとうございました。続きまして、伊藤徹さんにお願いしたいと思います。伊藤さんはまだ10代ですけども、非常にまあ精神世界にも、関心が高くて、今あの私どもの研究所の方で速読の訓練、これで4ヶ月ぐらい通っていただいているんですが、約1万字の速さを突破しまして、まあ、普通こういった本ですね、この本大体これ10万字ぐらい入ってるんですけども、1万字の速さっていうことは、大体この本をですね、10分ぐらいで、読まれるぐらいのですね、パワーをつけられました。今日はあの特にお願いしまして、体験発表ということで、正木先生に会われてということで、お話ししていただきます。どうぞ。はじめまして、伊藤と申します。あの、まあ、正木先生にあの会うきっかけになったのは、あの SSI のところからあのパラメモリー のチラシが来まして、それでそのパラメモリーで能力開発で勉強が楽にできるって、大学があのいいところ入れるかなと思って、あの思いまして、それであの能力開発 の杉山所長のところへあの行ったんですけど、あのそれであのパッて聞いた途端に、あ、これはいいっていう感じであのあったんですよね。まあ、
その前にもういろいろとヨガとか瞑想とかちょっと中国の憲法の方で気功をやってるもんですから、やっぱりそういうふうに感じがあったっていうのもありますし、小さい頃、まあ、霊的なものがよく見えてまして、なんか幽霊みたいなのが夜スーッて通ってたり、まあ、写真を撮ったらもう20人ぐらいその霊が写ってるっていう感じのところがありまして、もうそれからそういうことがあったもんですから、いろいろとヨガとかやるようになったんですけど、それでそのパラメモリーっていうものをすごく素晴らしいものだっていう感じで自分で実感しまして、それでぜひそのこれを作った素晴らしい正木先生にお会いしたいということで、まあ、この、まあ、会場に来まして、それでもういろんな不思議な話をされたもんですから、もう最初はもう理解できなかったっていうか信じることができなかったんですよね。それでもう、って言ってもうずっとやって、それで最後に正木先生に握手しに行ったんですよね。して握手して、握手した途端にふっと正木先生の大きな光にしか見えなかったんですよ。それで、ああ本当にこの人は、この方はもうアマテラスの御神のもう化身と化身ですからね。もうそれでもうそれで、ああもうこの人、この方のもう言うことをもうぜひ聞いてもう実行しようという感じで、もう前それから11月か10月頃からこの講演会に来させていただいてるんですけど、もう必ず出席して、もう何があろうと、もう学校の友達関係でも、もうほったらかしで、もう何ですか、こちらの方に来て、それでもうこの講話っていう正木先生のお話を聞くことによって、自分のその今までの反省をするということをもう常に自分の心に決めてするようになりまして、して、まあ、それでもう先ほどお話があった記念先生にもうの話、尿療法の話もにもありますけど、僕も尿療法をやって、まあ、やってることはやってるんですけど、もう最初の朝の日の前の日に缶ジュースを 2,3 本飲んだんですよね。そうなるとどうなるかと言いますと、尿がものすごくほろ苦いんです。して、ああ自分が自分の体をダメにしてるんだなっていうことがよく分かりまして、してこの尿っていうのは自分の何ですか、自分の体や精神に犯してる罪を洗い流すっていう感じのところがあるんだなと思いまして、それでもう、まあ、それでもまだたまに飲まない時があるもんですから、まあ、まだ未熟者ですけど、まあ、いろいろと頑張ってるつもりでいます。して、まあ、速読の方もやはりパパメモリをかけてそれでやってますと、やはり本当にアルファがもう時はベータとして15秒ぐらいシータが出るんですよね。してそれでアルファ
派にバスって感じにすると、もう本当にアルファ派が、もう全部アルファ派です。あのベータは出ません。それでシータも、まあ、やはり15秒ぐらい出るようになりました。して、その前にも僕は速読をあの違うところでやってたんですけど、もう全然伸びなかったんですよね。もう大体1分間に1000いけば最高だったんですけど、その能力開発の速読で行って、それでその正木先生のパラメモリーをあのつけて、ね、やってますと、もう最近は1万で、前は2万ですか。もうあのまあ、1回だけですから、まだ本物じゃないんですけど、まあ、1万を越したっていうことで、まあ、すごいあの勉強の方にはものすごい役立ってるんですけど、まだ予備校生ですのでっていうか、まあ、すごいいい大学を狙いたいので、まあ、今度こういうふうなところにもし立たせていただけるんだったら、まあ、その大学名を言えるような、あの言えるようにすでになってしまったっていう感じでいきたいと思います。はい、あの将来のビジョンというか、あの大学出てからその先はどんなふうに考えてるんですか？というか、あの一応医者を目指してます。でその医者の中でもそういうふうにあのメスを使ったりするような風じゃなくて、その尿とかそういうものを本当にその伝えていける本当に名医になりたいです。パラメモリ初めてつけた時にね、なんかあの前世らしきものが見えてきたようなことをお聞きしましたが、いかがですか、その辺は。しかしあれ夢かもしれないものだから、はい、なんですから、まあ中国にいて、まあ、文学者ですか、学問をやってたっていう感じのところが見えました。はい、じゃあどうもありがとうございました。いや、実は今この方が喋ってる間にちょっと人間性測定した。この方は一生涯赤ん坊なんです。一生涯赤ん坊だから、この人は何にもしなくてもですね、脳波は一番低いところで勝手に下がります。そういう方も何にもしなくても勝手に下がります。普通は人間はね、赤ん坊の時第一生命体が入って赤ん坊になって11歳までに第二生命体がつくんです。だから普通の人間なんです。この人は第一生命体だけで一生生きそうですから、一生が、まあ、あのもう赤ん坊そのものなんですね。ところがこういう人が自分で何か勉強して何か完全に自分のものにする、自分のものにしてしまったら、これにぴったり合った生命体がパッと出現、すごい大きなことができるんですね。普通の人間はちゃんと人間性が一定になってしまうが、それ以上どうにもできない。この人は何か自分で勉強して何か自分のものにすれば、そのこれがピタッと合う生命体が自分にやってくるわけですね。だから自由自在に生命体の3つでも4つもいくらでもやってきます。だから勉強すればするほどたくさんの生命体がやってきますから、大きなことができるんですね。実は一例を申しますと、名前忘れましたね、いつも、誰かな、水戸黄門と一緒にお芝居やってる佐住幸太郎さん、あれがこの前私に来たんですね。で詳しく調べて、あれも一生涯第一生命で1個しかない、まんまな生命で1個しかない、この人同じなんですよね。生命体1個しかないから一生涯あれも赤ん坊なんです。ところがあの人は生命体1個ですからお芝居をしております。その自分にその時何か役をもらう、役をもらったらそのお芝居のそれになりきってしまうわけですね。あなたは赤ん坊だからね、役もらったらその役に完全になりきってしまうから、お殿様でもできるしね、あるいは悪い人でもできる、何でもできるんですよって話をしたら、実はこの間あるところでね、ロケーションがあった、ロケーションを友達が見に来た、あ、なんとか君が来ている友達だと思った。ところが役になりきってしまうから、
友達だけども私には何の関係もないんだと思ったという、完全に役になりきってしまうから、お友達でさえも何の関係もないと思える、完全に役になりきるから、あれお芝居ができるわけですね。この人はそうです。だからこれから自分が勉強すればするほど大きなものがですね、大きな生命が引き継ぐわけ。そしたらどんな自分で勉強したものが自分で完全に やっていけるような人間性になっていくわけですね。だからこれからうんとですね、いろんな勉強をやることね、また素晴らしい人間性になっていきますからね。本当にありがとうございました。2人の方に体験発表ということで、していただきました。で引き続きまして、質疑応答というコーナーで、最初にゴルフの指導をですね、まさき先生にしていただこうと思います。クラブをお持ちの方恐れ入りますが、じゃあ前へお越しいただきまして、先生すいません、皆さんにここでスイングしていただきますので、先生ご覧いただいてご指導いただければと思います。じゃあ、クラブをお持ちの方で、診断希望の方恐れ入りますが前の方にお越しいただいて、ちょっとお申し込みの人数多かったもんですから、一斉に振っていただくという形になりますが、じゃあ、当たらないぐらいの感じで、今のところ3人でいらっしゃいますか。じゃあお一人、そうじゃあちょっといっぺんには無理ですから、じゃあ触れる範囲内で、じゃあ代わり箱に、スイングいただけますでしょうか。はい、どうぞ。そうですね、ちょっと前ですから大丈夫です。はい、もうそれで分かりました。ね、あなたのその振り方はね、例えばスプーンとかドライバーを振ってもね、あまり息が止まらない、いきませんね、止まらないんです。その止まらない原因はね、ここに力が入っている、振り下ろすときに力が入っている、これがその実験装置なんです。これがその実験、私はこれが発明したものですので、これをクラブの先につけますと、クラブを振りますとね、どれだけ振れるか分かるわけですね。はい、こういう簡単なもの、これをクラブを振りますと、この振り、これが前視線出して、何歩飛んだか分かるんです。これを、ね、あなたの振り方はね、ここでね、ここで力入ってるんです。ここで力入ってるんです。ここ力入ってない。後から力全然入ってない。振る時ここで力入ってますね。だからこれはこうなってるんです。ここでこう振ってるんです。これ、3枚にしかいかないんですよ。それをね、ここは力、ここで力を抜いて、ここで力を全部抜くんです。ここで抜いて、ここで力を抜く。これ、10までいきます。こうなんです。だから、ここでどんな力のこれはダメなんです。ここで今、こう打ってるんです。だからこれ、3しかいかないでしょ。ここで力を抜いて、ここでグリップを止めて力を全部抜く。10までいきます。だから、あなたの振り方はね、もう一回振りなさい。そこでね。それでね、その打ち方をしますと、ボールがね、思ったよりも必ずね、右の方向へ行きます。そうですね、右に行きますね。それも右へ行く、右へ出すバクスイングやってる。ちょっとバクスイングやってください。バクスイングだけやってください。はい、そこで、フェース、こっち向いてるでしょ。このまま下ろしますと、こうなって、これ。こうみたいな、右へ行くスイングやってるんですよね。ところが そこもだからこれが全然変わってはいけないんです。このままこうなんだ、これこっち向いてます。あとこっち向いてでしょ。あとこれ回すからこっち向くから、これ右に出た当たり前の球ですよね。それでここで力入れてから、ボールは右へ出るしね、距離が出ない打ち方を、わざとそう自分では右へ出す距離が出ない打ち方をやってるわけですよね。そのためにね、こういうのを打ちます。これ全部の肩共通ですけれども、ここでね、両脇を締めます。そして、この指2本だけで座ります。で、ここへ、
ここで重量を全部感じるわけね。ここで、これ、これだけでいい。指、逃げるからいけない。で、こう構えてね、右手はこれに重ねて、2本だけで、これ2本だけで握って、上げっぱなし。そして、脇を締めて、両膝を動かしたら、プラグ、プラグ、これでいいんです。フェイスは一番深く踏む。絶対にこう向かない。こうですよ。プラグ、プラグ。飛ばすのはこれ、これだけ飛ぶ。これ飛ぶ。え？違うの？こうなんです。こうなんですか？あなたはここで、こう打って棒を引こう。飛ばせないんですよね。こう打ってんです。それらしいに、こうして右膝を前の脇をして止める。なんと。全員、これだけのことなんですね。だから、こう、こうやってこうしますとね、球は高くなって、バスゲームで上になったら、パッと止まりますしね。こう来ましたら、乗ったら、コロッと転がしますよね。だから、それからもう一つがね、ゴルフは体重移動は絶対やってはいけない。バックスイングは皆さんバックスイングをさくさまやってるんですよ。バックスイングは体重はこちらの足、体重をね、全部体重をバックスイングはこちらの体重バックスイング、右でバックスイングじゃないです。体重をこちらの足に置いてバックスイング、ダウンスイングは右足体重、ダウンスイングはこれみんな打つ時に左打つした方向来るわけだってね。バックスイングはこちらの足でバックスイング、これだからヘッドがまっすぐするんですよ。右足だったらこうして方向来るわけね。まっすぐにするってまっすぐにする方向全然来るわけですよ。こういうことをジャンボ尾崎、岡本綾子、イズミカーピート、テルオススゲートにみんな教えてたわけです。日本のトップらみんなマサキルやってるわけですね。簡単ですね。もう一稽古で線でいいんです。まっすぐにこう上げて体重を引く、こちらに体重で、今までのスイングはですね、バックスイングでね、右足体重で左足を打つ、こんな広さから方向来るわけですよね。左足を打つから、こっち行くから方向が来る。そこから体重を左足に置いてバックスイングする。一直線にまっすぐ声が上がります。ダウンスイング右足体重、一緒にまっすぐ。まっすぐ行くことで、今までこう引くからおかしいんだってね。体重は左足に置いてバックスイング、ダウンスイングは右足体重でやーっと腰を振る。プレス上向いたもん、手のひら上向いたもん、絶対これ返したらいけないんですよね。ゴルフって簡単なもんなんですよね。姿勢をね、難しいことやってる。そうです。あなたもね、右手の親指がシャフトの、絶対見せちゃいけない。これは離すこと。絶対見せちゃいけない。それから、ここ小指が曲げたい。小指が伸ばして。絶対してくれて。小指が伸ばして、右手の親指が離す。絶対シャフトを乗せちゃいけない。これは誰もこれはシャフトを乗せてないんですよ。ただこれ乗せるからトップで力が入るんですよね。そうしたら、パーンとクラブが動きます。ほら、それでもっと状態を回す。まだまだここで硬い硬いです。あのね、その時のね、バックスイングのタイミングはね、クラブを振る、勝手に振れる周期。この周期でバックスイングするんです。1、2の、ここで、1、2の一旦停止がある。プラーン、プラーン、ね。1、2の、一旦停止。1、2の、3。ところがこの時にね、皆さんゴルフされる方に、まず根本これですね。クラブを両手でこう持ってね、両膝の動きだけでクラブ振っておられます。ちょっと言ってくださいません。これがですね、もうここまで上がらないかんですよ。膝だけでこんなに上がるんです。これができないといけないです。これをね、このクラブの振れと両膝が同じように持つと永久に上がらない。このタイミングを使うんです。これをですね、クラークがこういったら反対の膝をこっち来てる。反対なんで、膝これ買ってくれるんです。これ全然、こんだけ振れます。こんな動きでね。これができれば距離が勝てるんです。それが難しいんですよ。このね、
一緒に振ったら永久に同じ運動。ところが膝の動きとヘッドの動きが反対になりますと、ブーン上まで上がってくるんです。それができたら力出して飛ぶわけですね。そしたらここでプランプランの周期で引いて一旦停止をする。そして右膝を曲げる、脇を締める、グリップを止める、ヘッドだけが動く。構えたところで当たるの方向は全然狂わないわけですね。手が動くから狂うんであってね。私はこれを教えるときに、この前あるところでやってましたね。こうしてね、1,2 のこの一旦停止の時間、1,2 の3で振るんです。 1,2 のクラブが増えて戻る間、一旦停止の時間ですね。日本の礼儀作法、日本舞踊は全部右へ行ったら一旦停止をして左へ戻る。それが日本の本当の礼儀作法、間を持つこと。それが根本、根本を感じるそうです。ここで一二ので一旦停止の時間、完全にクラブが勝手に触れて戻る間をここで力抜いて待つわけ。一二の三で打つ、勝手に行くわけ。その間を持つことができない人を間抜けと思う。まだ抜けてるからね。だからゴルフ何歩ゲームしてもね、その間が抜けちゃいけない。だから間を完全に持つこと、一二の三で打つ、勝手に飛ぶわけですね。ただそれだけこのプランプランこういうのがなくて、プランプランプランもうここで膝が動いてる、バーンって飛ぶわけです。一瞬にやったらこれで飛ばないんですよね。それはこのクラブでこれを稽古して、プランプラン両膝の動きとヘッドの動きを自分で得得することね、ちょっと動いてビューンここまでクラブを振り出したら飛ぶわけですね。それと振り下ろすときに右手の親指が乗ってますと、ここで力が入って、どうしても力が入って、これヘッドが先に進むわけ。ゴルフというのはここで力を全部抜く、これが勝手に増えるのを待つんですから、全部抜く。そして右膝を曲げたときに、まだここまでグリップがここでもヘッドはここにあるわけです。ここで脇を締めるからヘッドが走る。この前のある有名な女の人に教えたときそうだったんです。女の人は便利です、両腕でおっぱいをガーッと押さえて、ゴルフ中は絶対話すとダメですよと言って教えた。その方が言う、おっぱいのない私はどうしたらいいのそういうこと言います。男はそうですか、男はやっぱり両肘を近づけて、そのままでですね、絶対にその打つんじゃないんです。ちょっとクラブ貸してくださいね。打つんじゃない、両脇を締めて肘をちょっと曲げて、なんかまた一番高くなって、そうしましてですね、両膝を動かします。グリップの位置変わらない。これだけ動く。さっきの。ね、これだけ動くんです。だから、これだけプランクだってね、この両膝の動き、これだけです。これだけ動くんですよ。手は何もしないんですよ。グリップ真ん中ですよ。そしてそのままで、ただ、だんだん大きく回す。だんだん大きく回す。これだけでいいんです。これだけで、まあ、そうか。これを自分で打とうとするくらい力が減って止まる。もうこれがヘッドの重さなんか全然感じないんですよ。これは勝手に振れてるから重さ感じないわけ。ところがここで打ったらものすごい力がいるわけですね。ところがここで脇を締めてプランプラン勝手に動いてるんですからね。それは状態の回転が入るだけですね。こうなるわけでね、飛ぶわけです。私今年77今平均距離が250ヤードと今言っております。ただ勝手に振るだけですね。だからゴルフだけはね、欲望さえ振れば不可能なし、スコアはもしまとまりますね。欲持ったら全然いけないわけです。いや次のはいはい、スローでやってください。この方はとてもね、とてもこの振り方はいいですかね。ところがそのグラブフェースの方向、もう球の方向が右左へ、ものすごく安定が良くないです。ちょっと深まるフラグのフラグフェースの方向がね、いろんな方向向くんです。そこでそういうバクシングいっぺんや、バクシングのトップでいっぺんや、止めてください。フェース横見て、それ横見てでしょ、フェース見て横見てでしょ。この教え方はね、今から10年15年前にね、アメリカからジャック・ニクラウスにそれを教えたんです。ジャック・ニクラウスはね、構えた時に
弾の飛ぶ方向に直角にフェースをしなさい。ボックスのトップでそれを平行にしなさい。平行から直角になるように稽古しなさい。バカなこと教えたもんじゃって。そういうこと全然通じてない。ずっとフェースは進行以上に直角になってるんです。実はそれは今から5年前にね、岡本愛子が神経痛になって、それで向こうに、向こうの、アメリカに、私のゴルフ学校、朝日ゴルフ学校があるんです。そこへ直してもらいに行った。そこへちょうどジャック・ニクラさんがやってきましてね、私の打ち方は間違っておったという。昔毎日1000キロ打ったけど良かったけど、ちょっと練習するのはダメだ。この正木君が本当だ。フェースをいつも直角向きたままで引く、引く、また戻す。カッティング不具合だ。ところがこんなもんね、上で平行にして直角に直す。こんなものは絶対に何歩強制ってきちっと90度平行いきませんのでね。あなたその一番悪い方向やってるからね。ここで、ね、平行にジャックにクラスのところやるよ。それはね、こちらの甲が回ってるんです。甲が回るからこうなるからね。で平行になる。いつもこっち曲げます。こちらの甲の方向は全然腹部に向けこのままでこう行く、突き上げるとこのままこう行く、全然これが方向が変わらない。ここへね、線が入るとシワが寄る力がダメなんです。いつもこれはもうきちんと伸びるからもっと回るから、こういうのやるんじゃないですかね、そうやったら不平進行方向向いてるでしょ。それでいいわけです。だからそれをね、絶対にこう曲げてはいけない。だからそれから右脇が開くと何分の大きなりますんでね、右脇を締めたままで、それ以上バックスイングできないところまであればそれは行わないですね。ちょっとまた横向く、ちょっと後ろ島が読むのもね、島がやったら横向くんです。だから島が寄らないようにこちらへコップする感じ。そう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 もう一回やってください。ねえ、距離はものすごいんだけど、今のバックスイングも同じでね、でジャック・ニクラウス流でトップの形でやってますね。トップでクラブフィーのどちらかそこでそっち向いてでしょ。やっぱりね、よっぽど稽古しないとね、方向性が良くないんですよ。右左にこう狂うわけですね。でもその狂わすバックスイングやってるわけですね。だからその今こんなことでここでね、その手首に芝が寄らないようにすると勝手にこっち向いてるでしょ。それだけでいいんですよ。もう打ち方はもう申し分ないですからね。それだけでも方向がものすごい見られます。もういや1年以内にあのね、15だったら 6.5 か7ぐらいになってるけど考えてます。今でもね、あなたはね、やっぱりここで力がものすごい入ってるんです。ああ、だからせっかくの力がもう、はい、もう一回やってください。当たるときには、はいはい、もう棒振りでね、腕とグリップとヘッドがどう一緒に一体動いてます。やっぱりここでプランプランと振るんです。先ほどお帰りになってこのプランプランの稽古をされてね、あれが振れてあの通りやられたらね、大体その振り方それでいいですからね。ただ力がそこで入らなくなれば遊んでいいんです。また手が一瞬動いてるでしょ。脇を締め、ヘッドだけは動くんです。プラーンプラーン、脇を締めて。だからね、右脇は絶対開けないこと。右脇開けると、方向来るだけ役立たないです。プランプランね、プラン。本当にプランですね。まず右脇開きますよ。右脇だから上へ上げるか開くんで、もっと背中の後ろへ上げたら右脇開かないです。そう、その辺やったね。そう、それでだいぶいいわけですね。で、プラーンと。それからね、体重移動、左を崩す。左ってダメです。右体重で、こうです。腰が、わっ左。そうしたら方向もすごい良くなるんです。またね、こう脇が開くからこう力入るんです。脇を締めたら力入らない。これ脇が開くからこう力入るんですよ。脇を締めたら力絶対入らないです。力を入れたらダメ。あ、待て、上へ上げて、背中の後ろへ上げること。
背中の後ろへ、それでもっと上体をもっと回す、そう、そこまで回す、脇が、脇、右脇が締める、そう、それだけです。そういう感じでね、右脇を絶対に開けずに、それで体重を左を伏せずに、右が痛いんで、あーっとこう、これだけ腰が、こんだけ左です、方向が振らないんですよね。それでね、実はこの打ち方をしますとね、腰をガーッと使います、うんと右だけ、これはあのね、腎臓か肝臓が丈夫になってきますんでね、ゴルフはうまくなるし、肝臓腎が丈夫になるんだから、最もいいんです。こうやりますとね、はい、そう、そういう感じ、そういう距離がグッと出ますから、向かい方で、もう上体回して、はい、右脇を開けないことを、それを置いて稽古があって、開けずに、そうそう、それで距離がグッと出ます。はい、今はそれだけで、あの今までの、おっしゃる、一枚半ほど距離がちゃんと出ますから、プランってくるわけですね。はい、そういうことです。どうもありがとうございました。ある程度ゴルフやっておられます方、なかなか癖が、ね、あの取れないかと思いますが、これからゴルフを始められる方はぜひ正木先生のね、あの正木打法を、覚えていただくと、上達がうんと早いんじゃないかと思います。それでは続きまして、尿療法に関しまして、がんやエイズはこれで完治する、尿療法の秘密ということで、正木先生にあのお話しいただきたいと思いますが、はい、よろしくお願いいたします。実は私別に尿療の専門家じゃないんです。ただ私 の林原生物科学研究所でですね、尿療法の研究をやったんですね。実は尿療法をやりますと不思議な現象が起きて、私はでも研究者に対して、自分の仕事もなんか大変だから、そんなことをしないでですね、もうちょうど自分の仕事も気持ち悪いから、自分のおしこと同じものを人工的に作ったらどうかという研究だったんですね。私の研究所っていうのは収入には関係ないんです。毎年私の会社の社長、林原社長がですね、50億円ポンと研究費として使い、何でもいいから自分のもう研究をしなさいということで、毎年50億円出してくれるんです。収入は一銭も思わんでいいよって言われるんですね。まあそんな会社おそらく日本中、世界中ないと思いましたね。私の会社の社長というのはですね、欲望というのは全然ない人間です。実は今から何年か前だったです。満州国のあのね、あの殿下ですねが来られたんですね。その時に私らおったんですね。もう1万人の兵隊を連れてやってきた、もういよいよもう自分らね、生活ができないようになったから、日本政府に対して何とかしてほしいと願いに来たんですとおっしゃった。林原社長がいくらぐらいあったらいいんですかと聞かれますと、80億あったら当分いけますという。社長その場で、では別に日本政府へ言わんでいいですよ、それぐらいだったらやってあげまして、社長その場でお金ね、80億円ポンと出してどうぞ持ってあげてくださいと言われたわけでしょ。満州とかなんか全然社長何の関係もないんです。でもそういうことをなさる方でしたね。当のその林原社長が欲望がないと同時にね、頭の低い人で、どんなに尺に触っても、もうその自分が尺に触ったということを顔色に一切表さない人、私によく言われます。関先生はいいですね、尺に触ったらギャギャと怒ってる、私は尺に触って怒ることできないんですよとおっしゃる、そういう素晴らしい社長のところでお世話になってるわけですけど、満州国の皇帝陛下に対してですね、80億ポンと出される、
何の自分に関係ないんですよね。そういう方です。そういう方ですから、いろんな研究に毎年50億円、もう私らの間は十何年間ですからずっと出しておられるわけですね。それで実は先ほどありましたその、日本でおしっこの療法をずっと若い時からやっておられる先生ね、中尾先生が来られている。中尾先生は普通の医者にありながら患者さんに尿療法ばっかり言うもんですから、普通の医者はね薬品を打って儲けますけども、お薬の収納にしてもないわけで、社長はこの先生かわいそうだからなんとかしたねよと言って MCL 研究所っていうのを作りまして、そこへ収納に行くようにしたんですけど、中尾先生のおっしゃるにはですね、私が戦争中満州国におって、もう日本戦争を負けました、もう何にもなくなってしまった、もうね米も海もパンも何にもなくなってしまった、兵隊が次から次バタバタとねバタバタ死んでいく、その時に私はふっと思い出した、日本に昔古いなんとかいうね、お嬢さんがおって、それが自分でおしっこを飲んだと思い出した。それで自分がまずおしっこを飲む、もう要するにお米も飲みも何にもないんですから、自分のもしか飲めないわけ。それで修験生におしっこ飲めって勧めた、自分がまず飲んで修験生に勧めた、そしてそれ6ヶ月ほどやった。他の兵隊はみんな死んでしまった、ところが自分らのグループの自分のおしっこ飲んだグループだけは全員そのね生き延びることができたという。そして日本へ帰ってから自分がそういう専門のね医者だったから、患者さんにおしっこ飲めと言い出したらどんどん病気が治っていくということで、自分は自分では自分がそれ医者でありながら患者さんには お薬与えずにおしっこばっかりのことを言うてた。だから自分はほとんど収入なくなってしまったということで、それで MCL 研究所というのを作って、皆さんのこの封筒の中にその封筒が入っておりますけど、そういうことがなかったわけですね。そういうことで私の会社へ飛び降りを来られるわけです。私らの研究所ですから、一体どういうことによっておしっこがいいんだろうかという研究を始めたわけです。私はその時もね、もう自分のおしっこを飲むの嫌ですから、最初の社長にもね、おしっこのあれが成分がみんな分かってしまえば、自分の飲まずにおしっこと同じものを人工的に作って打ったらいいのにって話をしたわけで、それで研究所で細かく分析した。分析すると初めは1センチぐらい成分があるところだった、ところが調べたら4センチほど成分が中に含まれてる、おしっこの中にね4000種類のものを人工的に合わせること、これは不可能だから、こんなことはせんでいい、もう自分のおしっこの中にいるようになってしまったわけでしたね。そしてその話を知らせたら、日本全国から飲む人がどん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 増えました。今現在日本全国で200万人ほどおしっこ飲んでおります。自分のものですからお金はいらないですよね。でそういうことをやる6年か7年前、私の尊敬する中村和尚というのがです、その7年前だったんです。ミツバチが地面の中にその自分らのあれ作るときにね、自分らのいる場所を作るときに、日本のミツバチじゃないですね、外国のミツバチは地面の中に巣を作るんだそうですね。ところがその地面の中に小さな穴を開けて、その中に巣がある。ところが地面上から帰ってきて、その小さな穴を通って自分の家へ入るときにミツバチが何かを周辺に塗っているというんですね。だからちょうどこれと一緒のものを人工的に作ったらいいよって教えられて、それで会社にそれを研究した。そしてそのミツバチが地面から自分の巣へ入る間に何か周辺に
そのね、きれいに塗っているものを取ってきて分析したら消毒薬としては最高のものがあることが分かった。だからそれを周辺に塗って水垢が地面の中に入る、約1メーターほど地面に通る間にもうあらゆるあのものが水垢に引き継いでるところも1メーター通る間にもう滅菌が完全にできるわけですよね。でどうしようがその水垢が通るところに作ったものと同じものを作ろうということになってそれを作ったわけですね。それを7年前に作ってやったんです。ところがその、ね、中尾先生が言う自分の尿の目というときにその作ってその7年前に作ってやったその水垢と同じものを入れたわけ。そうしたら自分の思考を飲みますと変な匂いしますけど匂いがスーッと消えるわけだ。あ、匂い消えるということで後実験した。そうしたらおしっこを飲むだけに比べてそれを入れることによって何倍かにあれが上がることが力が上がることが分かったんですよ。それだったらこれとこれと両方したらいいからということで MCB 研究所でそれを両方一緒にしましょうということになったわけですね。それで実は私らの研究で発表してオーディエンスが飲み出した日本中に新聞にそれが出たんですね。今から何年、去年、一昨年でしたよ。でその、ね、日本に出た新聞をそれがもうアメリカとかヨーロッパで全部新聞に紹介されたわけです。紹介されてしばらくしますとイギリスの新聞社から新聞記事と中に丁重な手紙を送ってくれたわけです。その手紙の文に言わく日本では今頃ね、その今頃そんなことを言うてるんですが、まあイギリスとかもう元ではねもうヨーロッパでは尿療法は常識なんですよ。だから何千年前ねそのあれがねその不況の時にねあの患者さんに対して尿を飲んだら病気が治ると教えた。だからもう西洋ではですねイギリス、フランス、あの辺ではもう尿を飲むのは常識になっておりますよ。日本ではそんなことをあのね言うてんですかという手紙と新聞が来たわけですけど西洋ではもう当たり前のことにして尿療法はやってるんだそうですね。そんなことで林原社長は自分が早速やった自分のお母さんが病気だった。でまさかお母さんに梅とは病気はなかった。だから お母さんの枕元へおしこだったらいいというその新聞記事をそーっと置いてあった。お母さんがそれを見て勝手に飲み出した。みるみるうちに病気が治って元気になった。真っ白かったあの、まあ、頭が真っ白だったから薄黒くなってきたということをある何とかいう週刊誌にそれを月刊誌がそれをその記事があったわけですね。そんなことから急に尿療法が日本中に広がりだしたわけです。社長は私に「おしこ飲めてよかった私はおしこなんか絶対に尿を飲みませんでそんなものは必要だ」って言った。ところがよく日本大学の講演会に行きますとその話をする。だ聞いてる方から「まさき先生はどう?」って言うからしょっちゅうそれ質問があってそのうちにも私も飲まないといけないなと思って飲み出したわけですね。まあ私はどこも悪いところはなかった。ところがちょうど昨日大阪でゴルフをしてまあ長いに行かなかったあの日本一の医者のところに行ったわけよね。ちょっと抑えたあなたもね
定が簡単にできます。人間性の測定をしますとですね、人間が自分の人間性がもしも変化しなければ変わらなければ、親と生まれた日に自分の亡くなる日がちゃんと決まってるんです。もうそれは絶対に変更できないんですよね。人間性が変化しない限りはもう寿命は一定なんです。で、私は今から5年前でしたね、講演会の旅ごとに11月21日から出だしたこと、その頃ね、もう1日おきくらい講演があった、一番多い時だったですね。天皇陛下は1月の何日に亡くなりますと1ヶ月前から言い切ったおったんです。その時もう方々で問題にもなりました。私の答えに、私は知りませんよと、もう一人の私が言うてんだって言うと、もう一人の私とはシーターに脳波が下がりますと、もう一人の自分が出てくるんですよね。皆さん、これは誰でもなんです。皆さんは今私の発明したパラメモリたくさん使っていただきますけど、パラメモリを使われる時に実験なさることは、スプーン、同じ型のスプーンを2枚引っ付けてどっか棚かどっかにポイッと置きます。棚に乗せておきます。そして自分が脳波が11Hz に下がると1本スプーンがぐにゃーっと曲がります。誰でも脳波 11Hz でスプーンが曲がるんです。これはすぐ曲がったって何の役にも立たないわけですよね。 11Hz でスプーンが曲がる。この前もある岡山で電話かかりまして、その女の人です、食事してた、パラメかけながら、スプーンがぐにゃぐにゃになりませんって変わったから、脳波が11になったんですよって言ってましたけどね。脳波 11Hz でスプーンが曲がります。ところが脳波がそれが役に立たないんですわね。私が脳波下がる1秒間の振動数 4、5 まで下がります。4、5まで下がりますと、あらゆることが分かるわけ。私はついこの間も一つ発明ができました。ちょうど講演が新潟であって、14日東京、25日、その枠日も東京だったんですよね。真ん中の日ね、日に秋月というあの、会社ですね、すごい行って話をしておった。で、そこの社長さんがですね、何かこれから自分の新しい事業として中学生高校生等にいろんなね、歴史とか英語とかいろんなものを作って、それを売るんだ、問題を作って、それを日本全国のそれぞれに売るようにして、それで一流の人を会社にたくさん置いて、そのわからないこと、そういう子供さんから電話があれば電話でみんな答えするっていうことをこれら作るよではと言われたんで、そんなもし人権に使わんでいいですよ。その瞬間にパッと設計図が出た。子供さんが勉強する、勉強したら答えを書く、答えを変えてボタンを押したら何点か自分で瞬間に分かるもの、パッと図面浮かんだ。そんな先生のやったんでいいですよ。今は私の浮かんだ機械を作ればですね、問題さえ売りなさい、問題を打って子供さんが勉強する、勉強してボタンを押せば何点か自分で自分がやった試験問題、自分で何点か分かりますよっていうか、それができれば、それを作ってもそれをうおーってなったわけですけどね。それの時、おそらく1秒かかってないですよね。ペッと設計図になってる。その設計図をすぐに図面に変えて、それを会社へ帰ってから、きれいに図面変えてみたら、その分からない、考えて分からない、これどういうことなのかなと思う。もう一人の自分でさ、脳波が知りたはんになる。もう一人の自分がそれを全部やってくれる。私の場合、もう一人の自分というのはね、脳波がシータ波になりますと、オシログラフで測定したんですけど、1年間が何百分の1秒間になってしまうんです。1年ぶりだとってもわからない。ところが脳波がシータ波になると、1年間というのは大体200分とか300分の1秒になります。1ヶ月後というと何千分の1秒。
誰だって1000分の1秒ぐらいは誰だか分かる、1000分の1秒後は分かりますよね。脳波がシータ波がそれが分かるんです。今先ほどはここであの若い18歳の人がある人は脳波がシータ波にカッと下がります。脳波がシータ波になります。一瞬が瞬間に移ってくるんです。だから意外なことあれ本当のことを言ってる。実はこの間も石黒の前に岡山である人が電話かかりました。私の発明品ね、プラメモリーをお父さんが買うてきた。それで覚えていたら、5つの坊や勝手に使ってた。10分ほど使ったと思ったら、もうスペイン語で喋り出した。息子が頭がおかしかったって電話があります。おかしいんじゃないですよ。5つ6つの坊やはですね、もう5分か10分したら、自分の1戦前の、ことに自分になってしまうから、私がそれ5つ以下の子に使わせて書いてある。そうなんですよね。5つ6つの子はですね、10分か14分使ったら1世前にポーンと戻ってしまうんです。だから自分が1世前に喋ってた言葉で喋り出す。お母さんがそう言ってね、スペイン語で喋り出した。あとはどうかなったんだよ。どうなってないんです。自分の1世前のことを喋ってんです。そんなこと何にも心配せないでいいんですよと言うわけですけどね。5つ6つの子供っていうのはまだ第一生命体だけしかいないんです。第一生命体だけしかいないからまだ完全な人間になってない。だからあれをかけることによって脳がスッと下がる。シータ波で下がる。下がったら一世前のことが瞬間に分かるわけですね。私は この子供の時、小学校1年生から毎晩ですね、パラメモリーありませんからね、7秒間で息を吸うて、7秒間それを下からぐーっと押し込んで止めて7秒間で出す。それを毎晩1時間やっておりました。1年2年とやって、まあその頃はまだ昭和の初めですからね、脳波計なんかどこにもないんです。だからわけ分かんなかったわけです。でもその頃にもう小学校3年生の時に脳波は4、5まで下がってたんです。その証拠に小学校3年生の時だったんです。学校へ行きました。小学校、私の家は姫路の山奥の山奥ですから、ピアノオルガンも何にもない家です。ところが学校へ行くやいないやですね、学校にピアノがある。それも小学1年しかないですよ。私はさーっと自分のね、そのピアノのあるところへね、講堂へ行ってピアノ勝手に弾いた。やったことのないピアノがすごい演奏ができた。その演奏を私が今からね、一世前にやった曲、そして後から知られたらもっとずっと前にやった曲、それが勝手にピアノが弾けたわけですね。じゃあ今日先ほど表現の時もその話がちょっと出ましたけども、ちょうどそれと同じことを今から一昨年それをやったわけですね。私はその子供の時に勝手にピアノが弾けた日本の古い曲を弾いたわけですね。その曲をちょうど一昨年、私が死んだらこの曲がなくなるからと思って、私はそれ音楽なんかやったことないのにちゃんと自分で本当の譜の通りに曲を全部作ってしまったわけですね。それでちょうど曲私の演奏方法は後からテープで見た、ビデオで見たら頭より高く手が効いてる。あんなことしたかなと思った。女の人はほとんど
泣きましたという報告でした。それで私が勝手に演奏して舞台から降りてきますと、日本一の中村和尚の奥様が来ておられまして、一体ねえ、あなたの今の演奏は、どうしたんですか、一体何だったんですかって言われるから、私は知らないんですよ。現場が小さくなって、それだけ。そうしますと私のところへ音楽家が勝手にやってきて弾いてくれましたよと言ったら、まさしくあの演奏は日本人の演奏じゃないですねと言ってましたわね。私が何百年か昔に音楽家だった、その時に演奏したのはちゃんと理由を分かってるから、その生命体が来たから、その世界一流の演奏家の演奏を勝手にやったわけですね。脳波が敷いた派になりますと、自分が今から、ね、何百年か昔演奏をやってた音楽の譜が勝手にできる。私の譜を見てもわからない、自分で書いたんですけどね、ちゃんと細かい説明は書いてないです。至るものだと思います。私は自分で書いたんですけど、全然意味わからない、これ何のことかっていう、専門家に聞いたらこれはこういうですよって言われるんだけど、脳波がシータ波になりますと、何百年もまで自分にさっと戻ってしまう。その時にやった意識によって譜が勝手にできる、そしてすごいの勝手にピアノが弾ける。人間ってのはそこなんですよね。そういう不思議な不思議なことは人間に分からないことがいっぱいあるんです。今の日本のことでそうですよね。全然分かってないんです。私は今日も、まあ、後から進めだったけど、すでにだけど、私は大阪大学の工学の学科を全部やりました。建築土木からね、造船航空発行学科とか全部の工学の学科をやって、そして終戦直後から自分で研究したかったから、生きてる人間の研究したかったわけね。7年間またね、阪大の医学部行って、そしてその時だっての経験があります。私はある患者さんが来た時です、お腹をX 線で見た、もう典型的な胃潰瘍なんです。もう穴がガーッと開いてるんです。この顔を見たらものすごく神経質な顔をしてる。この人に胃潰瘍入れたらダメだなと思ったね。この人に胃潰瘍入れたら本当にこれダメになるなと思ったから、その患者さんに対して今あんたの胃をレントゲンで見たけど何ともないですよと言うて、何にもあげなかった。お薬も何にもあげなかった。そしてその人に、でもね、一週間にもう一回いらっしゃるね、もう一回してやりましょう、念のためにだけです。その患者さん石川に来た、念の時に言った、胃潰瘍は何にもなかった。あの時に胃潰瘍だと言って薬あげたら完全胃潰瘍なんてどうか分からない。患者さんが絶対だと思ってる人からね、何ともないです言われる。人間のお腹の臓器、特にその胃腸というものは人間の意志にものすごいもう敏感なんです。私は X 線見て、レントゲン見た瞬間にですね、何を思ってるか分かるようになったんですね。もう典型的に分かるのはですね、神経を使ってますと小腸が小さな収縮がキュキュキュッときてるんです。もう神経だったらちょうどね、一番最初のところ胃から出た後の小腸がもう小さなキュッキュッキュッとこう小さな腫瘍がいっぱい出てるんですね。神経使ったらあんなことが起こる、あれが起こるから胃潰瘍とかあの辺の疾患が起こるわけですね。だから1億病というのは 99.9% 神経使うことによって起こるわけですね。だから胃潰瘍だってそうですよ。あれ胃潰瘍で出たら本当になってしまうんです。なんともないですよと言うたら治る。私は大阪大学の阪大の病院で実験したこと、麻酔薬だってあまり使わない方がいいから使わんとこと言って麻酔薬を使わない研究を始めたわけですね。
ビタミン C の意味で十分なんです。ところがそのね、同じことを若い医者とかガウンの効果は全然ないんです。これ麻酔薬ですよって言ったらビタミン C で麻酔薬の代わりに完全にできるわけね。それを何年間か実験したんです。その結果はですね、 75% の患者さんはビタミン C で麻酔薬の代わりに完全にすることが分かりましたね。強情な人はダメなんですね。一番よく分かりますのはね、まあ、胃潰瘍の手術とか、もうなんか簡単な手術しますね、盲腸の手術なんか。そして、麻酔薬が切れますと、患者さんから、お腹痛いからなんとかしてくれって言う、その時に患者さんが一番、その信頼している医者が、ビタミン C の影響を小さく入れて持ってくるんです。それでこれで一発で止まるよ、痛みしを腕で打つ瞬間に痛みはスッと消えるんですがね、同じことを考えたら全然効果ないんですね。だからそれはですね、患者さんがこのセンサーの言うことはまともだと思えば、ビタミン C で麻酔薬の代わり完全にできるわけですね。そういうことから私がその男の人をね、胃潰瘍完全に分かってんのに何ともないですって言うたんやと、理解がなくなってしまう。そこなんですね。本当の名医というものは、患者さんがですね、神経を使ったり、ね、困ったと思うようなことを言わないこと、いい方、いい方に言うだけのことね、それが本当の名医だと思いますね。人間というのは、本当に、私は本当にそのことを皆さん言ってました。私らが、もうね、何人か集まったらどんな健康な人でも1週間で必ず死んでしまうというのを見てましたけど、一番の医者のところに行くと医者が頭をかしげるだけ、分かりません、次回す、また次はこれ大変、分かりません、3人5人回したらもうそれで病気になってしまうわけね。人間の病気というものはね、結局は肉体的じゃない、ストレスが固まって病気になるんです。その原因はですね、右脳と左脳がバランスが崩れるとそれが起きるんです。病気治すのは右脳と左のバランスが勝手に病気治るんですかね。精神病だってバランスが崩れてくるようになってるんです。私の部屋で実験前しましたね、精神病院へ入院してる患者さんが来たんです。私はもう自分で治すのは邪魔くせやから、あの機械、頭のパラオイルこれ使いなさい、これ使ったら1週間で治りますよって言えたわけ。それは入院しながらやった、3日で治ったらしい。本当は来てきたのは1週間目に来たんです。正木先生が1週間で治る言うた、いや 1ヶ月で治る言うた、ところが1週間以内で治ってしまったと言って文句言ってきたわけですね。その来た日にその精神病院からも電話があったんです。自分自身、その患者さんの本人が、私は精神分裂が完全に治ったと言いますけども、精神分裂だから治らないんですって医者が言ってきた。私はその説明をしたわけでね、右脳と左脳がバランスしたら治るんですよって言って、私はその機会発明したんですよと、そんなこと起こるんですかって言ってましたわね。でも本人が一週間後に来たわけね。それでそのお友達が3人がびっくりして、あんまり急に変わったから一緒に行きませんって来たわけ。でその説明をしたわけですね。あなたに1週間で治るって言ったら治ってないでしょ、1ヶ月で治りに行ったんですよ。だからあなたは3日4日使うというのにまだまだだと思うから欲望がなかったんですよ。私が1週間で治りに行ったら、あなたはもう治ると欲望があって治ってないんです。1ヶ月で治るというから、あんた1週間で治ったんですって言ったらね、パラオイル使ってもですね、欲望があったら効果は半減します。1ヶ月で治ると思ってるのに4日目にはもう治ってしまったわけ。いつでも自分で治ったと思わない、4日いつかもう完全に治ってしまったわけでしょ。あれを1週間で治るって言ったら治ってなかったんですよね。1ヶ月だから治ったという、欲望を掘ることによってすごい力が起きる。だから普通の人は欲望は掘れないんです。ところがその頭のパラオイル使うこと
と欲望が自然に掘りますけども、それでも意識したら時間が変わるんですがね、欲望を掘ったら早く早くそれがやってくるわけですね。先ほどのようにね、子供さん5つ6つの子供さんは欲望がない、大攻めで力ないから一世がパッと戻ってしまう。またそれ以外いろんな報告があります。子供さんは5つ6つの子供さんはもう10分か15分で自分の何百年か昔の自分に戻ってしまうわけですね。まあ、そうじゃなくて人間というのはね、自分の潜在意識がものすごい影響する。自分のおしっこを飲むということは、おしっこのそのね効果というよりも自分のおしっこを飲んでもいいというその気持ち、それが人間性が一段上がるわけですね。人間の運命とか宿命はきちんと決まって一定しております。だから私は人間の死ぬ日はもう全部分かる、一日も来ることないですよね。先ほど講演なさったあの方がそうです。もしもおしっこ飲んでなければね、もう死ぬ日が決まってた。ところが自分のおしっこを飲んでもいいという気持ちになるために人間性が一段上がった、人間性が一段上がったためにね、17年間寿命が長くなったんです。ところがその退院した天皇陛下はですね、誰もそのことは話をしない。だからもう運命通り何をしようと1ヶ月の前から決まっている1月何かで亡くなったわけですね。私の会社は1月1日に全員集めての会をします。新年会、その全責任者が来まして、私が全責任者ですけど、1月5日までに天皇陛下亡くなったら新年会ができなくなる。でも600、700人分の料理ですから、それを1月、12月末までに注文しないと作ってくれない。料理が作ってくれる天皇陛下が亡くなったら新年会できなくなる、困ってますって言ってた。私はその人に意図も簡単に、安心してやりなさい、天皇陛下は1月何日に亡くなりますって言ってた。そうですかって言ってやった。それで私の会社、ね、1月8日に社員集まって職員してありました。その人が来ましてね、うらやしく礼をしまして、大変ありがとうございますと礼を。で、主演の人がね、何があったのってその話を、12月21日にこれがあったんですで、私はあの新年会を安心してやったんですという話をした。天皇陛下なんか誰もそれを言う人がないから、人間性が変化しない。だからもう決まってちゃんと死ぬわけね。人間がの、いや、その一例を申しますと、私が岡山に行ってすぐだったんです。岡山のある有名なゴルフ場に行ったんです。ゴルフ場のまあいいお客さんだったんですよ。私と一緒にいた人が、ゴルフ場のトップの人がね、わざわざ来たんですが、ね、よういらっしゃいましたって、この瞬間の私その人に対言うた言葉、あなたは1ヶ月と1週間目の日に交通事故で亡くなりますよって言ってた。1ヶ月と1週間目の日です。ポンと言ってしまった。それで私の会社のトップの人ね、2人目トップ2人のその人が、私が言うとあくる日ですね、1ヶ月と1週間目のあくる日にあの人を一遍道路とか見に行くってところに行ったわけ。私支配人室におったから、昨日どうやってやったら、私昨日交通事故で私が死ぬ日だったんで、絶対車乗ったらいかんと思ってと思った。実はその時私が言うたことを言ったらね、あなたは1ヶ月と1週間目の日にあなたは交通事故で死にますよ、でもあなたが特に注意しておっても交通事故は必ず起きます、でも注意しておることによって1名は助かりますよと言った。私それがおった。その人が支配人が言うわけですね。昨日、私交通事故で死ぬ日だったから、絶対に車乗ったらいかんと思ったけれども、どうしても夕方から乗らなきゃならなかった。乗った瞬間にどこを走ったか意識が全然ない。ある山の中ですからね、山の中でこう行ってた。道が直角に車が、その直角を車がまっすぐ行って、ガチャーンと音がして、車半分が絶対から前へ出てしまった。ふっと気が付いたら車半分絶対から前へ出ている。前の車はもう自分で回っている。車を前から降りたら車を
下へ落ちるから、後ろのドアからそーっと出たんです、言うてね。私、注意してなかったら、もう100分で注意を違えて、車ともとも、車もろとも、谷底落ちるところ、助かったんですよ、と言うてたって言うんですね。そこなんですよね。意識しなければ、当たり前のことをしてれば、その日にもう交通事故で死んでしまうんです。今日は危ないと思っている人間性が一段上がってた。だから交通事故は起きたけども、知らなかったわけですね。人間ってのはみんなそういうことなんです。だからおしっこの場合はそうでね、健康な時からやっておく。おしっこを飲みますと、口の中に自分に何が必要かを分かる装置があるんです。おしっこを飲むことによってですね、自分に何が必要かということの、おしっこは何が自分に必要かという信号をそれに与えるわけね。それによって自分の中で、体の中で、それに必要な物質をどんどん作るわけですね。実はそれの第一番の証明になりましたのは、私らの方で開発しましたインターヒロンがそうなんです。今まではインターヒロンは何百万単位で試作してたんです。私らのインターヒロンを作るのにですね、1グラム作るのに1000万円ほどかかった。今は本当に余計作りますから、600万円か500万円ですけど、1グラム作るのに500万円かかるんです。それをですね、注射、1ミリグラム注射してた。1ミリグラムで言いますと何百万、ね、何百万単位という単位です。それをふっとその尿療法から気がつきまして、1万分の1にしてたんです。それで注射はしないんです。プチ入れるんです。インターヒロンの、絶対量です。プチ入れる。そしたら1万分の1にしてるのに、効果は同じなんですね。プチの中に、自分の中にどういうものが必要か分かる装置があるために、インターヒロンを入れることによってですね、それが瞬間に分かって、それに必要なものを体内で作るわけね。私の方で開発したそのインターヒロンによって、もうあらゆる病気がですね、肝臓がんなんか特にいいんですよね。もう本当に治るんです。でもそんなものを使うんで、自分のおしっこの出すの成分全部含んでおりますんでね。そのおしっこだけで全部いけるわけです。ただおしっこ飲むということは人間性が一次元上がることであって、おしっこというものには本当の力ではない。人間性が一次元上がるから、運命とかね、宿命、全部変化します。だからこの世の中で自分ほど偉いものはない。自分だけ良かったらいいと思って暮らしてる人は、おにゃーと見た瞬間にも死ねえ、分かる。その通りに死ぬんです。ところが周辺の人に幸福を与え、自分ほど幸福なものはないと思って暮らしてる人、人間性が一次元ありますと寿命が長くなります。私自身がそうですね。私、死ぬ日が自分で分かっておりました。昭和54年の1月末から2月の仕事分かっておりました。私は医者へ行きましても、何をしてもダメなんですよ。何もする必要ないんです。私は何をしたらって、もうあと寿命を長くやつがないんですから、何もせんでいいですって言っておりました。私は死ぬつもりでおった。ところが昭和54年1月1日、私ら夫婦と子供の時、ね、前に、後ろへ神様が来まして、そして私にね、何時は長年にわたりて陰徳を積みたるが、故に何時の寿命を延ばすという言葉があった。陰徳の意味は分かんなかった。後から中野和尚という素晴らしいお掲示したら、先ほどご紹介になりましたね、電気ギターを作ったりね、ご飯食べそうです。あんなものを作りながら一銭も自分のお金儲けをやってなかった。自分が一銭も儲けずに多くの人に幸福を与えたこと、それを神の世界では陰徳と言うんですよと言われた。陰徳を積みたのが何時の寿命を延ばすという言葉があったわけですね。そういうことによって自分さえ良かったらいいと思っている人は運命通りに行く。ところが自分のおしっこを飲むことによって人間性が一時に上がらないと絶対飲めないんです。
それによって運命、宿命、全部変わるということをね、それを教わったわけなんですね。ちょっとこれ、どうぞ。どうもありがとうございました。妙療法に関する先生からの貴重なお話をいただきまして、時間ちょっとオーバーしたんですけども、今から、15分かもしくは20分ですね、休憩取らせていただきます。その後で引き続き、皆さんからのご質問もあるかと思いますので、ご質問事項をですね、まとめてお聞きした上で、それで、先生のお話の中にですね、その内容を盛り込んでいただければと思います。それでは、ロビーの方で、コーヒーか、ジュース用意させていただいておりますので、どうぞ15分か20分休憩させていただきます。ありがとうございました。一緒にやっていこうということもできまして、それから日本全国にこの低周波治療が始まったわけです。ところがその低周波治療というのは一番最初に実験的にやったものであってね、それはただ人間が頭を使って人間でこんな波形を作ったんです。こういう真四角な波形を作った。電気的にそれすぐに一番簡単だった。だからこんな真四角な波形を作ってそれを低周波治療としたわけです。確かにおっしゃる通りにね、低周波治療やった電流流しすぎますといろんな障害があったんです。だからその頃はね、厚生省の認可は一般は絶対に使うな、必ず医者の指導によって使えという、そういう制限付きの認可だったんです。ところがそうで私が感じたこと、最初それをした半田医学のグループで作った。ところがしばらくして1年か2年しばらく私に対してそういう低周波はダメだという、そして私が知ったのが神経波治療、人間の神経と同じ信号を作り上げてきたわけですね。だから第一段階の本当の低周波治療というものはよっぽど上手に使わないとそういう現象が起きるわけです。ところが私がそれから何年か後に作った人間の神経と同じパルス、初めに正の信号を入れてあと負の信号を当てる、それも約このパルス幅約1000分の1秒2つ出て500分の1秒のパルス、それが人間の神経と同じ信号で分かった。それを作ったわけです。その時も何も私の頭じゃない、最初に作ったのは私医学部に入って人間を何とか電気的に要しようということで人間が作ったのが低周波こんな波形作った。それが1年か2年して信号が来た、今度は普通の信号がなかったんですね。ある時だったですね、日本の有力なね、本当の人、それが病気を治したのは自分の手から不思議なエネルギーがあった、それによって治した、何時はこれを作れよという説教がポンときたんです。それが人間の神経と同じものを作る発見が来たわけ、それを作ったわけね。そうしますとその副作用が全然起きなくなったんです。それで私はそれをですね、厚生省とそれから時計庁に申請したんです。私が名前を作った、神経波という名前を作ったんです。人間の神経と同じ神経波を作って厚生省特許庁にそれを申請した。厚生省特許庁からの言葉、神経波という日本語はどこの耳鼻科探してもどこにも出てこないと。あれは私の作った日本語だったんですね。本当のその時のこういう波形、人間の中に発生している神経の波というのはプラスからマイナスに来る。それを今まではですね、日本のその本を読みますと二層性、二層上下、二層性というね、難しい名前だからなんですよ。そんなもん言葉分からないわけですね。私はそれを自分で、私が作った日本語、
神経波っていうのは私が作った日本語なんです。私のアップハンドアップはその神経波を使ってある。だから低周波治療器じゃないわけですね。それあの頃でも低周波治療器でやってね、深層の障害いっぱい発生したんですよ。電流流しすぎましてね、いろんな障害が起きました。ところがその私の作った神経波治療器ではいくら流しても全然それが起きないわけですね。だから最初は私だって医学部入った時、私ともしてませんで、考えましてね、実は最初は電流を直流流してたんです。直流を流しますとね、もう副作用がものすごく起きるんです。ではそれを直流を流しておいてポンポンと切って流し出すと、それでもやっぱり副作用が起きる。でも直流に比べてうんっていうことが分かったわけですよ。そういうことから、そういうことを訓練したから、その神経波というのはポッと信号で分かったわけであってね、神経波はいくら流しても副作用が全然起きませんので、安心してやってみてください。はい、どうもありがとうございました。あとご質問でありますか、ちょっと何人ぐらいいらっしゃいますか。お手を挙げいただいて、お一人だけでよろしいですか。じゃああとお一人だけ ご質問を受けて先生の話に入りたいと思います。神奈川県の川崎白井と申します。どうもいつもいろいろとお教えいただいて、生命体とですね、霊との関係についてちょっと分かりにくいんで一つお教えいただきたいと思います。はい、実は今日これから話しようと思ってましたのがね、私が実は大阪大学工学部へ、何も自分の意思で入ったんじゃないんですが、私は工学部なんか行く予定全然、反対なんか行く予定全然なかったんで、私は子供の時からドイツ語、英語、ね、歴史、地理、国語、それがもう大嫌いだったんです。もう覚えることが大嫌いだったから、初めから普通の中学行かなかったわけです。中学行きますと全部しないからでしょ。私はそんなことの必要のない学校ですね行ってたわけ。だから私は普通のね、工業学校から高等教育、それでおしまいするおったんですよね。ところがちょうど高等教工業の時に大阪大学の先生が教えに来ておりまして、私に君は変わってるから大阪大学は来いと言って反対の教授が言われて、私行く予定ないのに反対引っ張られた。まあ、今と違ってあの頃はですね、大阪帝国大学ですから入学試験というのはあってないようなもんで、願書出したら全員入学できるんですよね。今みたいに大阪が行かないんです、大阪帝国大学。そして私が大好きな学会に入ったわけね。そこで根を切れた。私は子供の時から自分の好きなことしかやらなかったから、いろんな実験をやってた子供の時から。それで大阪大学工学部で講義を聞いたら、何や自分の実験したことを講義してるんですよ。なんと丁寧な行くやってるのは、私は子供の時に実験したことを講義大学でやってるんですよ。これなんか全然面白いねと思うことから、その学科以外の講義をしてくれなかったわけですね。それ全部いかないです。根本の根本だけを実験したんです。そんなことで言って反対工学の学科の全部授業を受けたわけ。授業を受けてその学科の部屋へ入って、自分の思うことを研究をやった。だから工学部の学科、私の発明品があらゆる学科のものがある、全部あるわけですね。でそれを全部やって、そして終戦直後から反対の自分で、ね、行きたかったから反対医学部行って、そして7年間医学をやった。そうして分かったことが、現在の物理学、医学とか科学というものは程度が低いものだって、何にも分かってないことが分かったんです。あれ学校で1科目だけやりますと分かってると思う。全科目やったら何にも分かってないことが分かるわけですね。それからまた医学部を辞めまして、今度は工学部に帰って、
根本の根本の学科、力学の研究室でやったわけですね。そして力学を徹底的にやったわけ。そして力学をやりながら一番最初から力学さえやれば工学部の学科、医学部なんか何にもせんでよかったことが分かったわけね。と思わりをしたなと思った。理事学の根本をやれば全部わかるんです。それをただ現在の 学問表面だけ浅いところをやってるわけ。大したことないんですわね。根本さえわかれば全部わかるんですわね。だから私はそういうことによってですね、分かった。ところが今おっしゃったね、その医学部でやる学問また程度が低いんです。ところがその医学部が日本へ来る前にね、もう日本とか中国では昔から別の医学があったわけです。その別の医学というのも深い意味があるんです。まず一つはですね、今現在の医学は人工的に作ったいろんな薬品を2つ3つ混ぜ合わせて薬を作って飲まします。そんなものは程度の低いものだって。本当のいいお薬っていうものはですね、何百種か一緒に入ったものが一番いいわけですよね。ところが日本の厚生省はそれは一切認可やってくれないんです。私の方法でも素晴らしいインターフェロンができたんです。今から6、7年前にそのインターフェロンを厚生省へ申請したんです。実はインターフェロンじゃなかったんですよ。インターフェロンだけでは何の効果もないんです。インターフェロン の作るときに27種類か8種類のものが全部あってインターフェロンなんです。それを厚生省に申請したら 99.9% のインターフェロンを作れって命令。これで残りの20何種類を全部省いてしまってインターフェロンだけにした。効果は何にもなくなったわけです。インターフェロンの効果は何にもありません。その残ってるのに効果があったわけですね。それでそれを私らの研究所ではですね、それを O1、O1-2 という名前で申請したんですよね。ところがもう申請してから5年前まだ認可しないんです。この前私が東京で講演しましたら、ある人が出てきまして、どうしてあれを認可しないかあなたに教えると言って、確かにあれはいい、O1-O1はようがんに効く、でも注射一本するのに、ね、約1万円かかる。あれを認可してしまうと日本のね健康保険が持っていかなくなる。1年間のそれだけに対する支払いが20兆円以上に上がるから、認可したらそれだけでもう健康保険がもうダメになるから、あるいは認可できないんですという。いいものができたらですね、健康保険が保たないから認可できないという。そして何でも効果のないインターフェロンが認可する。そこなんですよね。厚生省というのはまあ程度が低いところであって、私は昭和35年から反感を持ってるんです。昭和35年にですね、日本でお塩をはね NACL であると厚生省が決めたんです。あの頃は確かにね、もう普通 の昔の塩味じゃなしにいろんなものが混じってきたから、普通の海水にはいろんなものが入ってたから、それを全部飲むと食べるとですね弊害が起きた。だから厚生省では程度の低い審査官がですね NACL を食塩で決めたの。大変なことしたなと思った。私と大阪府大の教授、また他もいますけども、 NACL を食塩とするために、それを食べるとですね NACL を食べるから、もういろんな障害が起きる、血圧が上がり、いろんなことが起きる。例えば NACL の上へですねマグネシウム入れます。本当の塩は NACL の他にですねマグネシウム が 7% 入ってるのは本当なんです。
NaCl にそのマグネシウムをそれだけ入れて塩を食べる。いくら食べても血圧は全然変化しない。マグネシウムが低い方に下ろす力を持っている。 NaCl は血圧を上げる作用を持っている。それが両方から何も起こらないわけですよね。それを程度の低い抗生者の役には勝手に食品は NaCl と決めたわけ。とんでもないことをやったわけですね。もう昔から抗生者というのは程度の低い人なんです。私が発明したアップアンダップもそうですね。あれだって同じことを言うてですね、私が発明して実験したすごい効果が起きた厚生省の認可はこうですね。医者の命令によって使えよ、一般に売るなって、そんな困るからと言うて、その認可をそんな認可いらんと言うて取り消して、それで1年後にもう一回審査してもらった。厚生省の言い訳、風邪薬のようにね、副作用なければ効いても効かんでもいい、認可します。はっきりと有効であることが分かればですね、勝手に使うことは売ることはできないという、医者の命によって使うことの認可しかできないというんですよね。だから厚生省の認可というのはそういうのはね、本当に有効であれば一般に販売できないということですよね。今度も同じことです。素晴らしい引退編ができてね、1日に1回注射をします。大一番注射します。1ヶ月半から2ヶ月でどんな間でも消滅します。ところがただ悲しいことに、人間がですね、がんが治っても、私は人間の亡くなりが分かります。入院と同時にその人は いつ死ぬかをちゃんと記録しておきます。がんが治って家へ帰ってピンピンしている。ところが私の言うた死ぬ日には必ず死にます。例外は何にもないんです。結局人間性が変化して病気を治した時は寿命宿命が変わりますけども、お薬で治した病気、人間性が変わってないから、もう病気と寿命は何の関係もないんです。予定通りきちっと死んでしまう。そういうのを厚生省知ってるんです。だから1年間役員の代健康保険で20兆円出したって寿命も変化しないんだから必要ないというわけね。だから認可しないんですというんです。そういうようなことでですね、まあ厚生省の認可、厚生省の認可というのは現在の物理科学医学薬学の程度の低いところで判断してるわけですよね。まあ、今おっしゃったね、瞑想とかね、整体、私も昨日ちょうど整体に日本一の先生がいますんで時々行くんですね。いろんな話のために行くんで、もうその先生が押した瞬間に、あなたの筋肉若いですねと言ってくれる瞬間に分かる。ところが医者はそれはいちいちね、いろんなことで検査しないと分からないんです。昨日もちょうど患者さんが来ておりました。なんか重大なことがなったんで、それをちゃんと検査しないと、1センチほどでどっかにね、どっかに穴を開けて、そこをカメラ写真撮ってって言うから、その人は絶対それだとダメです。それだったらもうあんたの病気意識は治りませんよ、そんなことせんで私がちゃんと治したいでよって言ってましたけど、そこなんですよね。現在の判定すべてそのね、程度の低い物理学とかそういうところで判断するわけ。私は実はそのアップハンドアップを発明しまして分かったこと、どっか神経痛が起きる、ここ手に神経痛が起きたら、医者がこの神経痛を治すための処置をします。薬とかである、そんなもん全然関係ない。ここの神経痛が起きる原因はですね、この背中のちょうど何番目かの骨の軟骨盤が押されてぺちゃんこになる。ぺちゃんこになるから、ここから背骨から神経出て、その神経圧迫するからこの神経って起きるんだっていうですね。なので手は何ともないんです。ここに原因があるから神経って起きる、その根本を治さないといけない。現在の医学はそれ分からないんですね。ただ胃腸が悪いと言うたら、
胃腸の薬を与える。胃腸の悪い根本はですね、今と同じこの後ろから後ろのところの軟骨盤が減ってくる。軟骨盤を圧迫するために、あの胃腸に行ってる神経が十分に来なくなる。来なくなるから胃腸の働きが悪くなって胃腸になるわけです。根本を治さないと思う。それを現代医学では胃腸が悪いから胃腸の薬を与える。昔からあるね、なんとか、ね、蓋にこう何かも、あのもしも、あのもしも変な匂いするときはそれをただ上から蓋をすればいいと同じことやって、ただ痛い胃を治す、ただ蓋をするだけなの。根本治さないんですよね。その時に胃が悪い時は薬なんか与えんでいいんです。何番目かの骨、ね、神経が出てると分かっておりますから。そこの軟骨盤がぺちゃくなって減ってるから軟骨盤を元に返せばいいんです。私のアップアンダップの神経波というのは背骨にかけますと軟骨盤がどん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 大きくなります。私自身が71歳であれアップアンダップを発明したわけですね。で私自身がそれを毎日10分間ずつ風呂入ってかけ取った。それで1年後人間ドックへ行った。6ヶ月後でしたかね。だから1年前に比べて身長がね20ミリ長くなって2センチ長くなっている。そんなバカなことがもう一回でも長くなっている。原因を調べたら軟骨盤が全部大きくなったためにですね、身長が71歳半で身長が2センチ伸びたわけ。そうしたら神経痛は全部なくなる。その前には神経痛があったら腰が痛かったんで、こんなもん全部なくなる。走っても疲れなくなる。結局人間の根本はね、そこなんですね。だから病気が起きたってね、現在の医学ではただ悪いところを治すための処置をする、本当はそれはなしで、その原因を調べ、原因を調べたら結局軟骨盤が圧縮されて神経が信号出てこなくなるから病気になるんで、その根本を治す、その根本を治すのがね、まずまっすぐに背骨を治すとか整骨とか整体をやることによってそれがちゃんと元に返るわけですね。だから本当の病気の治療法は今からもうね、何千年昔から中国にあったその方法が本当だということですね。現在の西洋医学というのは程度の低いもの、目先のことだけしか考えない程度の低い病気の治し方なんですね。それからその瞑想をやります。脳波が下がります。脳波がですね 4.5Hz まで下がりますとですね、人間の体は自由になります。私らの方で例 の頭のよくパラメモリーを使った女の人が、私はこういう顔になると思って使った、しばらく使うとどんどん体重が減って自分が思っている顔は綺麗な女の子の顔になってましたね。顔でさえも変わるんです。欲望 がなしで脳波が下がればですね、顔でさえも変わる。私は反対医学にそういう実験したんですね。私の友達の医者がですね、体が悪になった、ただ悪い、自分で脈拍を測ると脈拍が途中でポッと止まってしまうわけ。あ、これおかしいなということで、自分の一番その自分が一番尊敬している先生に見てもらうと、これ君大変だよ、7回に1回止まってるよと言われる。自分で測ると15回に1回止まってる。ところが別の若い医者に言われても、先生これ大したことないですよ、何時間に1回止まる程度ですよと言うと、それを女の子が測る、鏡を測る、先生何ともないですよと言う。それで自分で分かったこと、自分で測ると15回に1回、自分の尊敬する先生が測るとね、6回から7回に1回止まっている。一体これ何かということで、これは精神面だということで、ある人のところへね、その精神的に暗示を与えるもらうことをした。でも全然効果がない。これは自分でせないかんということを分かって、私と2人で
訓練したんです。この訓練です。右手を上げる。ね、右手がどんどん、ね、どんどんどん右手 がその下がる。手がどんどん重くなって下がると思う。目をつむってやります。最初10分くらい頑張っても、まあそのうちにもう10分すると誰で下がります。次また上げる。今度は5分で下がる。今度は3分で上がる。それを毎日やってた。1週間ほどしますと、今度は手を上げて、手が下がるときはスッと下がるんです。何も手はしんどくないのに、自分に負担を感じませんと下がるわけ。先生と同時にその訓練したんです。それができてから本人が、右手が下がったら心臓のそれがね、止まりがなくなると思った。それっきりもうポッとなくなってしまった。だから自分に深い暗示をかけることによって自分は肉体が治るの。私その時の実験を覚えております。万年筆を手の上に乗せたんです。そしてその手が下がることを何回かやりまして、脳波が下がります。手の甲に万年筆を乗せて焼き引かしがついたと暗示をかけた。そして万年筆を剥がしますと水ぶくれが手にわーっと出た。万年筆で水ぶくれが出るんですよ。自分に暗示かければ、自分の肉体というものは暗示によってどうにもなるんです。だから自分で病気だと思ったら病気になっていくんです。先ほど言ったね、胃潰瘍の患者さん、何ともないと言うたげる、何ともなくなるわけですね。自分が病気だと本当に病気になるんです。だからそのね、瞑想、黙想やって自分はそうだと思う。そしてそのね、それでは意識が自分でない時にはただ押してもらって曲がってる背骨をまっすぐにしてもらうね、整骨整体をやる。量によって病気はほとんどなくなります。ところがそれを自分が精神修養にしてしないした時は病気が治ると地面も変わりますけれども、それを他の人にやってもらうと病気だけは治っても運命宿命は変化しないで、亡くなる日はその通りに亡くなるわけですね。人間の死ぬほどピシッと決まったものはどこにもないです。私は今までたくさんの人に初め言ってた、落とす瞬間にあなたは何月死にますって言って言ってた。ところがしばらくしますと私の人間性測定が全然できなくなった。そしたらインスピレーションで答えが出ました。そのね、終わった瞬間にそれを言うなというそのね、その時の信号はそう、救えるものには死ぬ日を言え、もう救うことのできないものには言うなと言って人間性測定が見つけたら全然反応なくなってしまった。はい、分かりましたという。それから何かによ、先ほど言ったようにね、交通事故であなた死にますよ、でもあなたが注意してれば事故は起きても助かりますよという、そういうふうにその人には言えて、もうどうしても救うことができないものには言うなというんでしたね。それから私は死ぬ人救えるものしか言わなくなったんでしたね。そんなことでですね、私が脳波がシータ波になると1年間が何百分の1秒になる。1年後というのは何百分の1秒後、10年後だってね、何十分の1秒後だから分かるんですね。皆さんだって1000分の1秒後は誰でも分かります。脳波さえ下がれば1年間が300分の1秒になってしまうんです。だから未来のことが分かるわけね。例えば今これがこう曲がってる、私は部屋に実験室でありますけど、ここにマイクがつけてあります。これは簡単にだん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 頭が下がっていくんですよね。これが完全に下がるまで、まあ、1000年ぐらいかかるでしょう。ところが脳波が下がる、これが瞬間に今から約1000年後の状態になる。これ勝手に曲がる。スプーンが曲がるのみんなそうですよね。脳波が下がるから1000年後は1秒後に来るわけね。だからちょっと曲がるわけですね。この世の中の物理学はね、そこを誰も考えてないんです。私が新しく提案した
その真空を作る物質、私が命名したものをね、真空を作る物質、バクトロンというものがいっぱいあるところが真空だという。今までの現在の物理学ではね、エレクトロンが一番小さいとしてある。ところが私の言うバクトロンという物質は、今物理学でいう一番小さなエレクトロンの10のマイナス20乗という小さいものです。マイナス20乗ですから何千億兆分の1という、そんな小さいのがいっぱい詰まっているところがバクトロンなんです。この中にバクトロンがいっぱい詰まっているんです。バクトロンがあるからこんな物質がちゃんと形成されるわけで、バクトロンが何もできないんですよね。ところが人間が精神力をこれにポンと入れる、バクトロンがそろうと10分の1になる、勝手に曲がるんであってね。それだってそうです。これだってね、このままほっときますとだん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 これ曲がってくるんです。どんなものでもですね、それはもう物理やった人誰にも知っておりましたね。私の部屋にもちゃんと入った、それが太いや線がピョンとありました。初め部屋入った時に針金まっすぐにしておきました。今もこの辺まで下がっておりましたね。それは物理現象でね、地球が地球の引力で引っ張るからだんだん線がぐーっと曲がってくる。線が完全にこうね、直角に曲がるまで1000年ぐらいかかります。その1000年曲がることが脳波がシーター波になると、1000年が瞬間速がパッと瞬間に曲がるんだってね。それだけのことなんですよね。そういう物理学は現在ないわけです。私だって最初はそんなことは起こり得ないと言うておりました。私が最初に昭和47年の3月何かです、何かに私人間性測定ができた。その日に日本テレビだったりしたね、スプーン曲げの第1回目の放送があった。スプーンが曲がる、私はその時にそんなバカなことないと思って、私の発明した装置をテレビ局に持って行ってスプーン曲げの実験をした。本当に人間が思うと金属が勝手に1万分の1、1000分の1パッと曲がるんですね。だからその時自分でその実際テレビ局で物理的に実験をしながら、こんなことが人間で起きるということをね、自分で教えられたわけですね。そうしたら自分でも単に曲がるようになったわけですね。思えば勝手に曲がる。今日そこへ一つ持ってきましたけど、昭和49年11月、学生600人集めて、スプーンをそらへピョーンと投げた。空中で2つにちぎれて割ってきたら、みんな見てる前で、ポンと空中、頭がちぎれて、ポーンと折ってくる。折ってきたのを調べますと、何千度かに温度が上がってるわけね。溶解しております。現物はありますけど、そんなのうちに、ね、何十本かスプーンがあるわけ。それへ投げたら、ポーンとちぎれてしまうんですね。曲げるぐらいは大したことないです。今度はちぎれてしまう。そういうことができるようになった。欲望を掘って頭がちぎれたんだと思う、ちぎれると絶対にちぎれない、頭がちぎれたんだと思うとちぎれます。それは脳波が 11Hz 以下に下がれば誰でもできるんです。皆さんももしも頭の欲がパラワイで使ってなかったら1分やってくれますよね。スプーン2本同じのを押し付けて同じ形にしてあげて、脳が11になった証拠に1本ピラッと曲がっておりましたね。誰でも曲がる、そんな曲がっても何の役にも立たないんですけど、それが起こりましたね。人間はそうだと思ったらそれが起こるということでね。そんなことは物理学では究明できないんです。それが私の言うそのね、真空を作る物質、バクトロンを入れると簡単に説明できるわけです。一方の金属の分子がある、その分子と分子の間にバクトロンがあるから、その分子がキュッと引っ付いてるわけ。バクトロンがないと吸力の中がバラバラになるわけですね。ところがその真空を作るバクトロンというのは大きさが10のマイナス20乗分の1ね、一番小さいされてる、それをね、それの10。ところが人間の何か思います、
人間が思うことにあのよって発生する、その波を測った。バクトロンが10のマイナス20のマイナス20乗、神経波が10のマイナス50だったんですかね、10乗。なんかそのバクトロンよりもうんと大きいんです。それで金属の中に金属粒子とバクトロンがいっぱい揃ってこの形になっている。バクトロンの中にこうキュッと引っ張って肩が止まっている。人間の神経波でボーッと入れる、精神波を入れると10のマイナス5乗の神経波があると中にいっぱい詰まってたバクトロンがザーッと伸びてしまって10分の1になる、あるいは100分の1になる。そうしたら金属がお豆腐みたいになってふにゃふにゃ回るわけですね。そういう学問があと50年もすれば物理学になってきます。だいぶ細かく分かるわけですね。現在のところは物理学は一番小さいものは今私が言うバクトロンの10の20乗ですから、何千商売のものを、今考えるだけですからね。現在の物理学というのは程度が低いんです。まあ物理的現象、私先ほど職員とか話しましたけどね、私が大阪大学でそういう研究をした、ある一つは摩擦電気というのは全然発生しないことも実験的に確かめました。子どもの小学校の時にね、棒をこする、猫の毛皮とかフランネルでこするとガラス棒に電気が出ます、そう書いてある。私はそれに対して不信を感じて反対で徹底的にそれ実験したわけ。あれも大嘘であるということ、私はそれを実験のために実験装置はですね、ガラス棒を水の中に入れます。完全に封した水の中に入れます。それを人間を触らずに機械的に水からそーっと上へ引き上げます。そして完全に封をした中でガラス棒を置いて1日2日置きますと水分がきれいに消えます。水分が消えた時にそのガラス棒の上にのをですね、電位計で測るわけです。ずっと電圧は全然ないんです。その電圧の全然ないものを何ぼ猫の毛皮でこすろうと猫でこすろうと電気は全然発生しないんです。それをですね、カバーを取ってしまう、1日か2日振っときます。そうして電位計で測りますと電圧が200、500、50電圧が出てる。その原因はですね、空中に小さなゴミがある。ゴミが飛んできてポンと粒、そのゴミが電荷を持っている。その電荷がガラス瓶に乗ると電荷が出ます。これをね、猫の毛皮でこす、1回こすたら電荷が2倍、2回で4倍、8倍電荷が上がってくる。だから最初50ボルトあった電圧が1回こすと100、200、400、800、1000の時電荷が上がってくるわけですね。ないとこ何ポーズの時起きないんですよね。それが程度の低い時にあんな実験をしたもんですからね、本当分からずに本に書いてある。一般とそれを何にも不審がらないわけですね。私はそれを反対の時に学会発表しようかったけど、学会からそんなことを発表したってね、何も新しい製品に作用するわけだし、おそらくもうそれを発表したらもう学会からいっぱいいろんな文句がうるさいからやめとこうって言ってしただけであってですね、静電気はそんな根本でも大きな、間違いを発表しているんです。それからもう一つはですね、この前も講演会でいつも言うておりますけど、道引きが何で起こるかという時にそうです。皆さんもこの前お気になったらあると思います。道引きがそうですよ。お月さんの引力だったら1日1回しか起きないんだ。それが必ず2回起きる。もう説明できないわけですよ。それはね、この前いつも説明しましたね、講演会の時でね。お月さんの引力が間違いだけど、それだったら1日1回しか起きない。ところが2回起きる原因で、それを私が究明したわけですね。特に、私らの身近で簡単に起きる現象の一つでですね、お水を、鍋に入れてそれをガスで温める。どうして水の温度が上がるか、そういうことをですね、当たり前は誰も研究しないわけ。
私はそれを徹底的に考えたわけね。その結果はですね、水は H2O、 真ん中に酸素があって、ここに水素、2つ水素がある。この角度は一定で106度酸素決まっている。ガスでかける、やる、ガスで温めますとですね、水素の位置がちょっと変わるんです。ちょっと幅広くなるんです。108度ぐらいになる。そしたらその108度、106度でちょうどバランスしてた水が100度になるとバランスが崩れる。それが周囲にいっぱいそのもある。そうしますと水の分子がぐわーっと運動しだす。運動しだすことによって運動熱が温度として上がってくるわけですね。そういう、どうして水を湯にかけたら、ね、あの火にかけたら湯になるかっていう、そんな根本のことをほとんど考えないんですよね。私はそういうことを若い時に研究したおかげで、私が今度新しいものを研究して発表します。あと1ヶ月半から発売します。強力、神経波強力、磁力線のそのちっちゃな機械をね、磁力を作りました。この強力、実は今この本、皆さんにこれ言いたいのですが、この本の中にですね、それが載ってるんです。何ページでしたかね。はい、分かりました。はい、ここです。この本のね、24ページのところにそれがあってますね、神経波超強力磁力線治療器、これができたんです。これは本当はですね、今から6、7年前に作る実験はしてあったんですね。ところがわけわからんからそのまま掘ってあった。ところが一昨年、私の尊敬する中村お師匠が病気になった。病気じゃないです、あれはもう、新宿を救うためになったんですけどもね、実は一昨年の7月3日に東京地方に大地震が起きて、それでせっかく作った大きなビル、新宿のビルが全部潰れることが分かったんです。それでお師匠はこれをなんとかそれを抑えないかんと言って、1年間のエネルギーを全部その地震を防ぐためにエネルギーを全部つぎ込んだわけ。そのために自分がもう行くか死ぬかになった。それで手術したお腹の中から医師が何百何十個、400個ぐらい出たんですかね、石が。その粘力が石に全部なって石が出た。でまあ不思議なことでね、私は毎月1回その頃ね、東京にいつ地震が起こるかを精神統一で測っておる。だから一般の今身の上相談はしないんです。東京地震がいつ起こるかをはっきりとするためにやっておる。ちょうどその時やっておりました。信号が来ました。中村和尚がそのね、中村省が鳴ることによって、潰れることによって今回の東京地震は起きないときたんです。そしたらその日に中村省が入院しまして手術でした。その手術医者に偶然に悪意を負ったんです。私が手術しました。お腹から医師が300何十個出ましたと省に報告した。お師匠はそれは違ってる、本当の数は何百何十何個では言われた、もう一回数え直したらきっちりその数ありました、びっくりしました、言ってましたね。私の通信通りのお師匠のそのエネルギーが医師になって、そして東京を抑えた。そして中村お師匠は宮中に対してね、両陛下に対して急いで西日本へ移ってほしい、そして球場をそのね、地震の時のそこへ人間がやってくれるように球場を明け渡してほしいとした。両陛下了解されてそうしますということになるから、東京地震は両陛下が西日本へ移られた後、長雨が降り続きますと起こります。これこの地震は日本に必要だから起こすという向こうからの信号ですよね。
実は私の言うさ、僕からの信号、僕はじゃないんですよね、自分の中なんです。私が昔ね、昭和50年後の反対の時は、この世の中に神仏はいないと言うておりました。その時にね、口から真珠が出る、お酒が出る、仏像が出る、ありえないことが起きて、もうこんなことは人間技ではない、これはこういうことを昔から日本では神仏とは言うたんだと思うようになったわけですね。そうしますと向こうの世界から信号が来まして、何時神仏の存在を信ずることできれば、本日を限りとして神仏に対する依存心を全てね、なくせよ、捨てよ、そして自分の力のみでやっていけよ、神仏は人間の願いは一切受け付けないという言葉だったわけですよね。私は神仏なんかいないと言い張ってた、ずっとそれまでね、人はなんてバカなことを言うなと。私が今でも昭和49年の1月18日木曜スペシャルショーに出ました。テレビで物体の移動を、自分で思う通り物体の移動をテレビでやっておりましたね。反対へ帰りましたら、悪霊ある教授が来まして、君の後ろには素晴らしい神様がいますねって言ってくれた。先生、あんなこと言いませんねって、反対の教授がそんなこと言うわよねって言うから、君それ分からないかなって言われたね。私はそれは神様だけとか霊なんか全然思わないから、自分でできてもそれを思わなかった。それでそういう縁から、それから6ヶ月後に薬業界の日本の全国総会、その総会で話をしてくれって言うて、またその話をしたんですね。日本の製薬会社のトップが全部集まった会場で、私がその話をしてんです。また阪大の教授と大阪府大の教授が席を立ちまして、まさにそれはおかしい、そんなことはね、電気の力で起こるもんじゃないよ、君の後ろにおるその神様、守護神のためにそれは起こるんだと言われて、そんなこと間違ってるよと二人から言われて、演台でそれを考えて、私の思うこと間違ってるんかなと思うようになったわけですよね。私は若い時、昭和50年60歳まで神仏は絶対にいないと言い張っておりました。ところが大勢の前でそれを59歳の時と言われた。それから何か思うようになった。そして昭和50年1月1日ね、まず信州の山奥で幽体分離が起きて、名古屋のこの東にある島へ幽体分離でやってきて、そして金色の竜と普通の竜を2つ見た。私は普通の夢だと思ってた。ところがそれから三月後に新幹線の中でその話をしたら、新幹線の中でその人が、あんたの言うてる今島はこの右に向いてる島だと言われるわけですよ。で東京から帰り降りてその島へ行ったね。私という寸分違う場所があった。そしてその私が金色の竜を見た松の木の素早くの根元に竜神の松とちゃんと書いてある。でそこのお宮さんで話を聞いたら、あなたの言われる通り、ここのお宮さんで今から2000年3000年前からここにね竜が3つおるということはずっと話があるんですよということを聞いたわけですよ。そういう物理的にはありえないことが前もって分かるわけ。実は昨日だった。昨日岡山でですね、私の今から何百年か昔の娘、その日蓮の時の娘が来たんです。ちょっとよそ行く、他行くからちょっ と岡山で途中下車して来ましたというと、それがですね今から何年か前のですミス日本だったんです。その子がやってきて、ところがその子が来ますと、私の家で岡山行ってから年頃にしている方のことをよう知ってる、その人が今日ここへ来ることになってるという、16時半になんか来る約束だったらしい。
ところがちょうど16時、ちょうどあの4時頃、4時5分前の時には、まあ、家内とか皆さんがもうまだすぐ後新幹線に乗って、あのもう行かないかんから、あの行かないから、早く行かないかんけど、せっかく来たんだから、お食事かあのお茶かと言うてた。よく言ってた、間に合わないからもう早く行こうって。で、私 の, あの事務所の入り口へですね、こういうところへ行っておりますって、紙書いて行ったらええと言うてた。私がその時にね、あと何分後に来ます、5分後に本人が来るから5分間だけ待とうって言うた。そして1分前になった、16時1分前、もう行こうという、もうあとちょうど1分で来るからもう1分間で待とうって言うた。ちょうど1分後にピタッとやってきました。欲望がない、何にも分からない、ちゃんと分かるわけですね。それでその人に聞いたら、ここの待ち合わせ時間16時30分の待ち合わせです。ああ、そうですかと。急に、ね、あのうちの方で用事がなくなったのでパッと来ましたって言うんですよ。そういうことが脳波が下がりますとですね、5分後に来ますよ、あと1分後に来ますよ、いや分かるわけね。脳波が下がると分かる。だから私はその状態でこの発明をしたわけね。この協力、この神経波治療器、これがそうです。この中村和尚が病気になった、手術したけどもう大変なこと、なかなか治らない、これを持ってけという、12月15日持って行ったんです。それでこれを卓上のようにスイッチを入れた、和尚が壊された、信号が出た、今ここから信号が出る、この信号は私らが飲まず食わずで1ヶ月間お経をあげて一番締まりの日に感じる信号です。素晴らしいものができましたとおっしゃった。それでその1回を終えて帰った。1週間したら会社へ、橋本社長に電話がありまして、おかげさまで病気完全に治りましたという。これがこの1回だったんですね。これが1回は向こうの世界から来て、信号はこうだったんです。この今日超強力磁力線を人間に当てよ、細胞の中の水 H2O の今106度で決まって、106度で決まってる水素の位置がぐわっと幅が大きくなる。細胞の中の水が全部その負の状態になるから、周辺にあるビタミン剤とか栄養剤を水が吸収する。普通人が病気の時はですね、もうそのどんどん細胞が弱ってくると、細胞が栄養を吸収しなくなるから病気なんです。私のこの機会によって、もう細胞は力がないから吸収は栄養しない。ところがその細胞の中にある水自身がこの状態になるから、周辺にある栄養物を水が吸収する、水が吸収するから、その周辺の臓器がね、栄養豊富になって病気が治るというんですかね。それがこの機械の根本だったんですね。人間の頭では考えられないことを向こうは教えている。実はこの機械は私の部屋へ来る人をいろんな実験をしておりました。私の親戚の人は、先ほど私は大阪大学の医者と同じで、もう脈拍が安定悪かったんです。その人にかけた2ヶ月ほどかけて病院に行ったら完全に治ってるという、こんなことって医者がびっくりした。それからその次はですね、岡山大学に入院している女の人、お腹の中にリンパ腺球がんができたので、2週間後に手術しますという。それで私の機械を2週間かけて、病院の知りませんが、予定通りお腹開いた。あら、がんが全部なくなってる。その次はですね、もう心臓、肝臓、内臓、全部ダメになって、寿命が1ヶ月しか持たない人、それをかけてた。臓器が完全に回復して、まあ、現在ピンピンしておりますね。それから、15年間、便通が、悪かった人ね、便秘症の人が、あれ
1週間で完全に便秘症が治った、子宮筋腫が小さくなった、つい最近ではですね、頭の中にがんができましてですね、もう病院ではもう大きくてね、もうこれもう手術ができなくなってる、もう寿命1ヶ月しかないですって言われた。私はそれまでにお金をかけたけど、頭にかけなかった、何が起こるか分からないからね、どうせこの人1回死ぬんだからいいと思って1時間ずつ4回かけたんです。そしてレントゲン取ったら、その頭の中にいっぱいあったがんが1センチになったって言うんです。これだと手術できるって、それから頭を割って手術した。頭を包帯に巻いたのが本人、患者さん、私に礼に来ました。おかげさまで命助かりました。それから1週間でまた来ました。包帯取って頭を割った後は登ってみました。おかげで頭は完全になってね、これ何にも障害はありません、ここから後遺症は何にもありません、ありがとうございますって礼に来ましたけども、それが起こるわけですね。それを原因は結局水の H2O のコンポートが作用するわけね。 H2O の感覚を広げることによって水が負の状態になる、負の状態になるから栄養を吸収、だからどんな病気でもなるという。こいつはこれに書いてありますようにね、実は6ヶ月前に厚生省へ出願したんです。これ売りたいから認可してくる、厚生省から新しすぎて認可する方法がわからないから認可しないで売ってほしい、申請しないで売ってほしいってきたんですね。だから省内からあと1ヶ月半後に一流の場所から売りますと、また文句電気屋さん言ってきますんで、小さなところからですね、では実験的に打って1年か1年半打っていろんな実験例ができたら、もう一度厚生省に審査して正式に認可してもらうつもりなんですけど、だから1ヶ月半後にこれを売り出します。あらゆる病気が治る、その水の根本のところに作用する、そういうようなことですね。私じゃないです、向こうの世界から作れよって言ってやってくるわけですね。私の発明は皆1秒か2秒でできますけども、脳波がシーター波になった時にできるんですよね。例えば今皆さんがお使いになっているパラモニそうです。パラモニつくとき何も頭をよくすためじゃないんです。神様の言葉が聞こえましたね。人類は救うこと不可能になった、だから汝は執念を残さずにその死ねるように導いてやれ作ったんです。先ほど言いました5つ6つまでの子供はあれを使ったら10分で自分の一世前が鮮明に映ります。脳波がシーターに下がるわけね。ところが大人はそうは簡単にいきません。やっぱり6ヶ月ぐらいかかるんでしょうね。前世が映ります。自分の前世が映ればですね、人間一回じゃない。また今度も来れるということから、死ぬに残さずに死ねるわけ。もう人間一回で死ないと思ったら死ぬこと大変ですから。ところが、またこの世来れると思えば、楽に死ねます。そうして死にますとですね、今度この地球がよみがえって元に帰ったらすぐに帰れるわけ。私の方に来ている信号は今から350年後には松の木が全部枯れて、普通の木も枯れて、もうほとんどね、あれがほとんどの植物がダメになる。450年後にはお米もできない、小麦も野菜もできなくなる。だから人口は10分の1になるだろう。そして100年後、150年後には世界中の人口、生きられる人口は何千万人である。そしてそのまま約 1万5千年後にまた空気が元に帰って、そして人口がどんどん増えて、7万年後にはまた50億ぐらいになっていくということ。だからこれは11万年前にもあり、18万年前、25万年前にもあった。私が作ったパラメモリは何時が11万年前に作ったものをもう一度思い出しただけであるという、パラメモリは11万年前にあったものをもう一度思い出しただけなんですね。そんなことであれもできております。
私は発明は脳波がシータになって出てくる。だからどんな発明も発明に要する時間は1秒か2秒でできるわけ。それ以上は全然考えないわけですね。人間が一生懸命に頭をひねくって作ったものは低費用なものしかできないんです。私が作ったものはそういう向こうの世界からの信号、10万年前にあったものをもう一回作るだけですわね。私が実は63歳の時です。私は何でも自分で徹底的にやります。先ほど言ったね、昭和50年1月1日に幽体分離で名古屋のその島へ来た、竹島へ来ましたね。その時も私は子供の時、私の山奥はよく雪が降っておりましたんでスキーなんかしなかった。大阪へ来たら雪が降らないからスキーしたくなって、そして満40歳から毎年その スキーに信州へ行ってたわけ。ところがその信州という言葉を聞く、信州と聞いたら胸がジーンと、信州とか信州とか信濃って言うとなんか胸がガーッと締まってくるわけですよ。なんでこんななのかと思った。ところが昭和50年1月1日からいろんなことが起きて、私が650年前信州におったことが詳しく分かりました。この前松本へ行きまして、松本で講演をしたその1年前だった。その時にそこの会社のお嬢さんが私の世話をものすごいやってくれる感じのものがあったんです。あなたは私の650年前に何か縁があったんですねと言うて、そしてお父さんにですね、私は650年前信州の高徳におったんですって話をした。650年前の名前を言うたわけね。そうしたらお父さんがそれからそんな私の言う地名は現在の町には残ってない、地図に残ってない。それでお父さんが古い地図があった、古い地図を調べた。そしたらその行った会社のすぐ近くに650年前、700年前の古い地名、私の言うところのそのままあった。電話がかかりまして、あなたがおっしゃった地名そのまま私の会社のすぐ近くに見つかりましたよとおっしゃったね。650年前そこにおったわけですね。380年前は岡山におりました。それから今から、その前ね、その前の810年前のことも分かった。810年前に三島由紀夫と絵描きの横を訪ねる、私は仲良かったんです。それを今世63歳の時にスキーを教えにヨーロッパへ行ったんです。私は何でも徹底的にやりますから、スキーだって日本で教えてスキー学校の仕方これはダメだというんで、私独特のスキーの術を自分で考案したんです。普通のスキー学校で何年間でやることを1週間でやってしまうんです。一気に上達するんです。日本だけではもう面白くないから、それで向こう世界一のスキー学校があることを聞きましてね、そしてその行ったんです。そしてそこで道具持っていかないからスキー道具を買いにある店に入った。そして入りますと店のご主人が私の顔を見るわけですね。お、日本人じゃないんですよ、オーストリー人なんです。オーストリーの人が私の神なり三島由紀夫切腹、あなたにスキーを安くするって言うんです。私と三島由紀夫誰も知らない。オーストリーの人が私の神なり三島由紀夫切腹、あなたにスキーを安くするって言ってスキー安くしてくれたわけですね。私の後ろには三島由紀夫横尾忠則の生が生命体がいつも一緒にいてるんですわね。オーストリーであんなことを聞いてびっくりしたんですけどもね、人間というのは一回きりじゃないんですよね。前線があってまた今線があってなってるわけです。時間しないですか、もう何分くらい
ではもう時間終わりますけれどもね、実はねこういうことがありますのはですね、私は犯罪の時からね、人の言うことは全然受け付けない、自分の意思通りに物事をやってきたわけですね。その強情なところにですね、神の世界からそういうことを教えられたわけ。私のところにね、口から真珠が出る、仏像が出る、一体何億円の仏像が出ましたね、10億円の仏像が出ました。そんなものが出て私に対する言葉はそうです。汝があまりにも人間性が低いがゆえに神仏の世界の遊びの遊びを汝に示しただけである。自分の意思を徹底的に通すことによって向こうの世界からあることを与えてくれるわけだから、欲望を掘って自分の信念を徹底的に通すこと。私はだから27歳の時に戦争を負けることを分かったらね、自分で紹介状も持たずにね、総理大臣とかに強引に面会を求めていって、日本の戦争を負けるからここせよって言いに行く、それほどの強情。そして小さいことには全然神経は使わない、そして私ほど幸福なものはないという信念、それを持っている。私ほど幸福なものはないと思う信念、そして別の自分で何かやると思ったそれを徹底的に納得するまでやってしまう、そして小さいことはどうでもいいんだと思う。そうしますとこのように不可能は何にもなくなるんですね。私はそれを自分で持って体現した、そして神の言葉は教わったでしょう。宗教に熱心なる人間とは信念を持つことの提供なるものである。そこですからね、宗教はいらないんです。自分がきちっとした信念を持っていれば宗教いらないんです。そして自分の思い通りにやっていく、でも細かいことには神経使わずに、私ほど幸福なものはないという信念、それを持ちましたら病気もすっと消えます。お金だって必要な分だけちゃんと入ってきます。私はどっかが悪い、病気になった、私は不幸だと思ったら不幸になるんです。病気になればですね、あ、病気になることによってね、肉体の痛みとか苦しいことが自分でこれを分かる、ああ修行いいね、修行をさせてもらってありがたいと思う。何か不幸なことが起きれば、これがなければ私は何にも知らずに一生を過ごした、この重大なことによって、難関によって私は精神的に大きな修行ができた、ありがとうございます、神様ありがとうございますと全部そう思うわけ、全てをいい方向に思うわけ。それによって人生どん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 いい方向に行きます。あらゆることをですね、いい加減ではいけないんです。徹底して私は幸福であるという信念、苦しいことがあれば修行ができて嬉しいと思うんですね。そうすればこの世の中人間全ていい方向に行きます。これで私のお話はどうもありがとうございました。ありがとうございました。天丸先生がこう心地よさそうにお話をしてたと思うんですから、ついつい私も入りそぼれたんですけども、ちょっと時間をオーバーいたしましたが、今日1時から、体験発表、それから質疑応答、それから関先生のご講演ということで、楽しい時を一緒に過ごすことができまして、本当に、嬉しく思っております。お帰りの際にはすでにバスがアンケート用紙ですね、分かる範囲内で結構ですのでご記入いただければと思います。それからアンケート用紙の方にちょっと記入させていただきました、来月9月の21日に、正木先生を務めの、林原生物科学研究所の方に、会社見学会という形で予定させていただいております。定員が約26名ですけども、まだ、余裕ございますので、もしご希望の方いらっしゃいましたら、お申してください。
それから次回の講演会ですね、10月の24日の日曜日に先生にお越しいただきまして、ご講演いただく予定ですので、あらかじめスケジュールの方に入れていただければと、幸いかと思います。それでは最後にもう一度ですね、正木先生に感謝の意味を込めまして盛大な拍手をしていただきます。どうもありがとうございました。それでは先生、ご退場を。